午後1時になりました。TBS ラジオコネクト水曜パートナー東京03飯塚聡です。よろしくお願いします。ということでですね、普段はですね、僕の目の前にメインパーソナリティの石山蓮華さんが座って2人でおしゃべりしてるんですけども、その蓮華さんがですね、手術のため今週来週とお休みということで、今僕が、スタジオで1人で喋っております。でその代理でメインパーソナリティの方が来るはずなんですけども、まだね、先ほどまで、生活は踊るでおしゃべりになっていた、ジェーン・スーさんと小倉弘子アナウンサーさんが、こちらに来てくれる予定なんですけども、まだ来てないんですよ。一人で今喋ってるんですよ。いやレンゲさんの偉大さがわかるわ。本当に帰ってきてほしいすぐ。いやそっか、まあまあでもね、手術して無事ねしっかり治して帰ってきてほしいから、のんびりもしててほしいんですけど、もうね今電話つなぎたいもん、レンゲさんと。おー、なんでこんなかかんの。そもそもさ、そのね、まあジェーン・スーさんの番組ね、生活は踊る、まあ NBC で聞いてる方々はこれ生活は踊るは聞けてないかもしれないですけど、生活は踊るのエンディングでそのコネクトいつもクロストークで絡ませてもらってるんですよ。で今日もさっきまでそのクロストークで絡ませてもらってたんですけど、その生活は踊るのエンディングだけでもそのコネクトのスタジオでできなかった？できない？そのなんとでもなるよね。できましたねじゃないんだよ。なんで気づかないの？いやだからさ、わざわざそのスタジオ、隣のスタジオから移動してる時間なんでしょ。で移動してる時間にしても遅くない？ねえ何やってんの。エンディングでさ、スーさんがさ、ふりかけのご飯、ふりかけかけたご飯食べてたけど、まだ食べてるわけじゃないでしょうね。ねえちょっと早くしてもらえないでしょうか。ちょっとどうするよ宮沢くん。もう早速作家の宮沢くんに助けてもらうけど。もうですか。困ったらって言ってますよ。もう困ってんのだいぶ。はい。好きな食べ物とかある？好きな食べ物。オムライスです。オムライスか。うまいよねオムライス。広がんねえよ。オムライスじゃ。ふわふわ派と卵固まってる派があります。ああ、僕は卵固まってる派が好きですね。僕ふわふわ。おお、まさかオムライスの話続けると思わなかったけど。そっか、まあ、ちょっとじゃあこの前ね、はい、この前僕お休みで、でデパート行ってね、その上の娘3歳の子と一緒にそのおもちゃ屋さんで遊んだりとか屋上で遊ばせたりとかしてて、はい、で夜晩ご飯をそのデパートのフードコートで食べようと思って、でまあご飯2人で楽しく食べてたんですよ、はい、したらまあ、ご婦人と、まあ、お子さんを抱いたご婦人とあと旦那さん3人で僕のとこつかつかつかってきて、はい、飯塚さんですよねって声かけられた、はい、で3人ともマスクしてたからどなたか分かんなかったんですよ。まあまあ当然ねどなたか分かんない。であはいってキョトンとしてそのご婦人に声かけられたから見たらマスクパッて取ったそのご婦人が平野ノラさんだったの。こんなところで平野ノラさんと会うんだって思った。はい、はい、うん、バブリーでした。めっちゃバブリーだった。めっちゃバブリーだったんですか。おったまげーと思った。なるほど、うん、ここは宮沢くんのリアクション一つだからね。宮沢くんのリアクション一つで導入でもなるから、ね、すいません。いや本当に、でも本当に苦し紛れのワンエピソードでしたから。なんで？なんでスーさんと小倉さんがスタジオの向こうで踊ってんの？ねえ、塚本さんで、ちょ来て、来て、なんで踊ってんの？ちょっといつからいたの？
もうマスクの黒人からずっと踊ってたよ。ごめんなさい、全然気づかなかった。怒っちゃった、ごめん。こんにちは。こんにちは。ごきげんよう。ごきげんよう。ちょっとあのご挨拶お願いします。こんにちは、うん、呼ばれて飛び出て、うん、じゃ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 ーん、ジェンスです。お願いします。よろしくお願いします。じゃ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 ーん、小倉です。2人合わせて100歳ぐらいです。ぐらいということで、よいしょ、うん、3人合わせて150ぐらいかな。じゃあそうですよ、もう完全に同い年ですよね。48年前ですよね。48年。あ、もうそしたらそう、同い年。オイルショックで生まれてきた。オイルショックでね。牛さん。牛年ね。ね、そう、うん、はい、そう。牛さんって言われてもピンとこないけど。鮭だったり牛だったり大変なの、うん。人だよ。大地だよ。大地。うん、人なの。いや、だってほら、コネクトって YouTube があるって聞いて。そうなんですよ。もう今私たち急いで化粧してきたの。え、生活踊るは YouTube ない？ない。そうなんですね。そんなものはない。そんな文明の利器は入ってない。いや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 、別にあってもおかしくないですけどね。うん、ね、そっか。だからそう、ね、メイクの時間？してきた、ね、してきたの。メイクさんいないからここ。そうそうそう。いや、まあまあラジオだしね。ムースつけたりしてきた。いやいや、頭に。いいじゃないですか。おしゃれですよ。私たち世代的にはムースでしょ、だって。ムース、ムース、ジェル。ムース、ジェル、デップ、デップ。デップ、そうね。デップ。ビップ。そうそうそう。デップ。どっちだか分かる。僕らの世代でもデップとは言わなかった。デップ、ね。めっちゃ困ってる。いや、俺ほんとね、あのお二人その、まあ、鮭おにぎりの件もあって、うん、ちょっとビビってるところがあって。でもほら、東京03ってことじゃないですか、今私たち。あ、違うよ。なんで？東京03は僕だけで、その、うん、僕ともう二人いたら東京03ってなるわけじゃないから。違うんですか？違いますよ。システムとしてそうじゃない。でも東京出身だよね。そう、私も東京出身。私も東京出身、うん、で、僕千葉出身なんですよ。04、04、東京03内に東京出身一人しかいないんですよ。あら、うん、角田がまあ東京、文京区出身で。あ、私も文京区。あ、本当ですか？そうです。あ、そう。文京区のどこだろう、角田さん。え、でも後楽園とかあの辺近いって。近い近いです、小石川だから。あ、そうなんですね。めっちゃ近い。個人情報だけど大丈夫ですか？実家もね、あの角田さんとこは栃木に引っ越したんで大丈夫です。あ、そうなんだ、うん、じゃあ子供の頃に会ってたかもぐらいの感じですよ。学校一緒の可能性ありますかね。そうですよね、近いから。そうだね。そうですよ。あと東京ドームの前に、東京のドームが後楽園のただのグラウンドだった時期も知ってるんじゃないですか。あ、ドームになる前ね。そうそう、うん、いや知ってるんじゃないかな。あ、僕ですか。いや、あの角田さん、そうですよね、うん、多分文京区民チャンネルみたいなのやりましょうかね、そしたらね、うん、文京区の話だけしてる。やってもいいけど、うん、今日はやめて。ダメ、今日はやめて。そっか、うん、残念だな。いろんな人聞いてるからさ。確かに、うん、いやでも本当にね、こうやってお招きいただいて、この間本当、何ライブ、ライブお招きいただいてありがとうございました。ありがとうございます。本当に素晴らしかった。マジですか、超嬉しい。面白かったでしょ。素晴らしかったって、なんかちょっと面白かったでしょ。この人本当にゲラゲラ笑ってた。本当ですか。私ちょっとおすまししてたけど。なんで笑ってくださいよ。いや、そうなんですけど。なんで耐えるの。おすましいただきましたって違う。あの お招きいただきました、はいはい、そしたら小倉さんなんか横でパッと見て、はいはい、って笑って、うん、あんたよく笑うねと思う。よく笑うねっておかしくないですか。それはこんなものをよく笑うねみたいな聞こえたの。よく笑うねの今誤解が生じてる。おう、よく笑う人だねっていう意味のよく笑うね、うん、こんなものよく食べれるところよくではない。あ、本当本当すごい笑ってた。え、スーさん笑ってないってこと。笑ってたよ、笑ってたけど。そこに引っかかっちゃうんだよな、どうしても。そんなことない、笑っておろ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 って言ってたでしょ、ずっと。あれ、私たちの間ずっと流行ってるから。なんかやったらずっとおろ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 。でそういうシーンはあったんですよ。ちょっとね、うん、吐くシーンがね、大好きあれ、うん、本当あそこなんだ。そう、いや結構いろいろその、うん、まあ一生懸命設定考えて、はい、コント作って、うん、あそこですか。あそこもうちょっとない。でも、うん、なんか一番キャッチーなのはおろおろで、なんでかっていうと、うん、ゲロを吐く音っておろおろって本当そうだなと思ったんですよ、はい、いやまあまあそうですね。そうだから、それで私はおろおろ。実はこの人もすごいおろおろ。そこなんだ。そう、そう、もう本当に後半も後半ですよ、そのオロオロオロのシーン。ちゃんと見てましたよ、全部。全部、全部。一番最初の、うん、あのちょっと嫌な上司の役のとこから見てましたよ。あ、はい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 、うん、そっから。お前は何も知らないからって、うん、営業マンとしてどうなんだって、うん、とこからちゃんと覚えてる、うん、からオロオロオロ。だいぶはしょったな。最初と最後じゃないですか、それ。すごい本物だ。本当はバカなのか。あとでグッズもすごい売ってた。あ、グッズ買ってくれたんですか。買ってない。じゃあ言わなくていい。見たよね、見た。すっごい売ってた報告いらないですよ。こっち売ってる本人だから知ってるわ、それ。今日よろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい。
送りした曲はキリンジ2000年ですね、アルバム3からグッデイグッバイをお送りしました。うん、大好きだもんね。もうすごい好き、ずっと歌ってましたね。はい、すいません。スーさんのグッデイグッバイ聞いてたよ。そうそう、ごめん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 、本当だね。高木安私ってことだから。いや、今いいですけど。ごめんなさい、高木っていうのは誰か説明。お兄ちゃん、お兄ちゃん、今一人でやってる。この時は二人組だったんだけど、弟抜けちゃって今一人でやってる。あ、そう、キリンジ情報。そう、キリンジ、今週のキリンジ情報。アルバムが出たよ。あ、そうなんですね。いや、でもお兄ちゃん一人のアルバムだけどね。いいです、大丈夫だよ、コネクト時間あるから。あ、そっか、うん、私もうすぐ次のメニュー行かなきゃって今ドキドキしてたんだけど。あ、生活踊るはその時間に余裕がないんですか。ない、全然ないです。これは、うん、玉結びの時からそうなんですけど、うん、ここの時間の人たちは、はい、いろんなことを枝葉で話せる時間があるんですよ、うん、私たち本当にないの、うん、短い時間で全部詰めていかなきゃいけないから、はい、さっきも、うん、まだありますよ、振りかけ、振りかけまだあるから、はい、次耳にガンガン入って、あ、そうなんだ、次の振りかけ行って、次の振りかけって言われて、あの、ごめんなさい、愚痴やめてもらっていいですか。生活保護で、ええじゃないよ、聞いてよ。いや、いや、なんで人の番組で愚痴こぼすのよ。聞いて、前の番組の自分の番組じゃこぼせないでしょうか。いや、そりゃそうだろうけど、共有しよう、こっちでもやめてよ。なんでよ、終わってからにしてよ、せめて。ケチンボ、ケチンボと久々に聞いたわ、ケチンボ。小学生か、ケチンボ。何ですか、小倉さん、お願いします。はい、じゃあ今日のメニューですね、うん、ご紹介します。1時35分頃からは、はい、みんなはどうなのコネクションということで、うん、番組の公式 LINE オープンチャットでリスナーアンケートを実施中です、はい、LINE のオープンチャット検索で、うん、ひらがなコネクトと検索してぜひ参加してください、はい、で2時から市外局番を通して日本全国とつながります、うん、はい、東京03飯塚さとしの市外特番ということで、はい、飯塚さん、今回は、今回はですね0977という、はい、市外局番で、うん、大分県の別府市、由布市、由布院町などを含む市外局番でございます。どうです、由布院行ったことないです。大分行ったことあるんですけど、由布院にまだ行ったことがない。あら、温泉すごいんでしょ。温泉すごいイメージですよね、そのざっくりな。僕もです、僕もないんですか。僕も毎回あのこのコーナーざっくりとしか分かんない。あ、まあしょうがない。なんならざっくりも分かんない時あるんですよ ね、 でも今回は、うん、温泉っていうキーワードがあるだけでも、そうそう、随分違いますよ ね、 すね、温泉だけでいいのかな、はい、大丈夫ですかね。まあとりあえず思い出や知ってる情報のある方にメールいただいて、その方に教えてもらうって感じなので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、うん、で午後3時から愛好家同盟でございます、うん、本日はガチャガチャ愛好家のお松さんがご登場。はい、ガチャ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 、どうです、なんか最近いろんなところにものすごい台数ありません。ありますね。そう、だから私は提案してるんです、うん、生活は踊るグッズをガチャガチャで出そう。あー、なるほど、な、何を入れるの。確かに、の中に、え、なんかシールとかバッグとか、とかそこふわっとしてるの欲しいかな、みんな、うん、みんな欲しがってくれるかな、マグネットとか、あれやだ、 YouTube に映ってる、私たち映ってますよ、うん、いいですよ。二人とも暗いか、黒い服着てきちゃったんですよ ね、 ね、お綺麗ですね、でもね、はい、ありがとうございます。何でしょう、マスター、飯塚君に何か持ってきて。 ありがとうございますね、みんなが不安そうにしてる、うん、いや大丈夫ですよ、大丈夫だよ、ね、なんかなるよ。そのすごいジャックされた感はあるんですけどね、うん、そのまあ、生活踊るの2人に、2人だから、ね、そう、だ東京ゼロ三だってば。でその何でもかんでも入ろうとしないでください。なんで、じゃあドリカムにする。え、ドリカム、などうやってドリカムになるのよ。人数構成三だもん、違うし、レッツゴー三匹かドリカムか選べよ。レッツゴー三匹、久々聞いた。三、他に思い浮かばなかったよ。じゃあレッツゴー三匹です。マジ。じゃあちょっと今俺順でいきます。じゃあ私誰、調査です、調査です。じゃあ調査パンパラパン、違う、違う、それは漫画トリオです。全然、それも3だ、それも3です、世の中3だ、うるせえな。もう次行きますよ、次だ、わかりました。あ、ガチャガチャに関するメールも皆さん お願いしますね、お願いします。でそれからコネクトは皆さんの教えてと知ってるをつなげるラジオということで、はい、飯塚さん、今日のテーマお願いします。はい、ピンポイントで好きなところ教えて。おろ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 、そこね、我々のライブ見に来ていただいて、うん、はいはい、これ以上言わない、うん、好きなところがそのおろ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 っていう吐くシーンだったっていうね、うんうん、ピンポイントすぎるんですよね、なんかあんまり嬉しくないというか。じゃあ どれぐらいのピンポイントならいいですか。なんかあのコントのあそこの設定が面白かったとか、誰だろう、誰だろう、あ、そう、あった、それもあったけどね、うん、それもあった、そのジェスチャー込みのシーン、うん、ラジオで言わないでください。そうだよね、違う、しかも違うよ、横だよ、
こっちだよ、横にひねってる、まあ、よじってんのね、まあ、そこもそんなに嬉しくないかな、うん、じゃあ、なんならいいの、いや、ごめんなさいね、なんかわがままでこっちも、うん、全然いい、来ていただいて、痒いところに手が届きたいよね、そうだね、2時間半の間に、でもそれくらいピンポイントなのがいいんですよね、まあまあこのメールテーマはね、そうですよね、そうですね、ピンポイントで、うん、好きなものありますか、ピンポイントで、なんかここが、これのここ、これのここ、いやだからもう最近はやっぱり声優の皆様のお墨付き納豆中粒、あ、あなたあれ好きよね、あれでも美味しかった、声優の納豆、そう、はい、お墨付きあるんですよ、皆様のお墨付きっていうプライベートブランドの中で、はい、納豆何種類かあるうちの中粒が、中粒、中粒なんだ、小粒じゃないんですよ、ピンポイントで中粒で、あとは心意気部門でライフの納豆、うん、心意気部門、うん、はい、何ですか心意気部門、今あの大蔵の中で創設された部門です、あ、知らないやつです、はい、誰も、うん、誰も知らない、今創設された、じゃあ分かんないよ、あのサーフィンです小蔵は、あ、そうなの、北波は全部乗ろう、あ、そっか、そ、はい、難しいな、大丈夫、本当シャケシならいけるよ、本当かな、ごめんなさい、今のところいける感じしないんですけど、大丈夫、今乗ってます、乗ってます、心意気部門ね、うん、そういう感じです、分かった分かった、じゃあもう全乗りしていけばいいですね、全乗り、そうです、そうです、いちいち止めてたらもうキリがないってこと、今顔が変わった、うん、分かった、表情が変わった、心意気部門ですね、今な、うん、心の大事なところを切り捨てた瞬間、はいはいはい、人が、聞こえた、うん、聞こえた、パッて切り捨てた音が、オッケー、うん、オッケーみたいな、うん、はい、で心意気部門って何ですか、いやあのね、うん、改良してるんですよパックを、はい、3パック78円のこの納豆のパックをわざわざ改良して消費者が手をこう取りやすくするようにして、ほうほうほう、納豆の品質を落とさずに、うん、こう販路を拡大していこうという、ほう、素晴らしい、納豆好きなんですね、大好き、うん、ずほっといたら全部の話が納豆になっちゃうの、ローマぐらい、ローマに続くぐらい勢いで全部納豆、全部ネバネバしたとこに戻って最終的に、そう、本当よ、どんな話も納豆に行き着くの、じゃあだからあんま掘らない方がいい、すごい特技じゃないですか、でもそれってね、うん、そう納豆じゃないあ、語尾納豆じゃないこれは乗れないわ頑張ろう、無理無理だよ、小さい波も乗ってこい、あれこっちに来てる今、いやそりゃ そうでしょうよ、そうドリカム編成だから、ね、そうかドリカム、今キーボードのソロってこと、頑張る、今頑張る、ドリカム男性2人だからね、うん、今ね、そうだ、女性で、はい、でメールの宛先を初めて耳に指示が入った、入った、入った、お願いします、行きます、メールの宛先はコネクトアットマーク tbs.co.jp、 アルファベットで CONNECT、 コネクトアットマーク tbs.co.jp です、はい、番組内でメッセージをご紹介した方に番組特製のステッカーをプレゼントいたします、はい、お願いします、TBS ラジオ、そして長崎佐賀の NBC ラジオで放送中のコネクトでございますけども、 YouTube でも生配信中でございます、だから これかな、カメラ これに手振ったら全員が映りますよ、あれあれ、カメラ初めて見んの小倉さん、ね、ちょっと待って、何カメあるんですかここ、3つあるよね、あれも、うん、あれもあれが全体映るんですよ、ズームイン朝みたいな感じでしょ、うん、あら、じゃあちょっと私見事言うと角度変えるわ、はい、よろしいですか、はい、はい、午後3時半までお付き合いください、お願いします、コネクト、コネクト、
時刻は1時24分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい。去年4月、北海道知床沖で観光船カズワンが沈没し、20人が死亡、6人が行方不明になった事故で、乗組員の遺族が国におよそ1億円の損害賠償を求める訴えを起こしたことが分かりました。事故は甲板にあるハッチの蓋が密閉されず、海水が入ったことが原因とみられますが、事故の3日前に国の代行機関である日本小型船舶検査機構が行った検査では、ハッチの開閉試験を省略していました。このため乗組員の遺族が国に対し、およそ1億800万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたもので、遺族はこれまでに運航会社と社長も提訴していて、法廷で事故の責任が審理されることになります。横浜市で高齢の女性から現金の入ったバッグをひったくり怪我をさせたとして、25歳の男が逮捕されました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、横浜市栄区の永井光希容疑者25歳で、今年5月、横浜市戸塚区の路上で75歳の女性から現金およそ1000円などが入ったバッグをひったくり、女性を転倒させて太ももを骨折させる重傷を負わせた疑いが持たれています。調べに対し永井容疑者は、その通りですと容疑を認めていて、警察は余罪がないか調べています。水産庁の職員の男が痴漢の疑いで逮捕されました。千葉県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、松戸市に住む水産庁の職員、中平優馬容疑者24歳で、今年4月、JR 北小金駅前の路上で帰宅途中の23歳の会社員の女性の尻を触った疑いが持たれています。中平容疑者が北小金駅から女性の後をつける様子が防犯カメラに映っていたということで、調べに対し中平容疑者は、酔っ払って触ってしまったと容疑を認めているということです。ニュースをお伝えしました。中村久人さん、ありがとうございました。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁から楠葉恵美さん、お願いします。はい、お伝えします。外環道外回り市川北の先菅野トンネル内、事故後の工事のため左側が通れず9キロ35分、内回り松戸インター付近、まだ大型トラック故障して左に止まっています。4キロ半20分です。雨で最高速度50キロ制限なのは、関越道群馬県内の月夜野と水上の間、上信越道は上田菅平と信濃町の間、東北道は黒磯板室と白川の間です。首都高6号三郷線の上り三郷ジャンクションの先、乗用車が故障して右側に止まっています。2キロ半を15分。神奈川国道16号上り相模原の淵野辺交差点付近、トレーラーと自転車の事故で1車線が通れず500メートル。産業道路下り川崎の塩浜で続いていた事故の処理は終わりました。警視庁から以上です。楠葉恵美さん、ありがとうございました。次の交通情報、1時55分頃にお伝えします。さて、お天気です。はい、関東ではこの後も雨が降ったり止んだりするでしょう。伊豆諸島では線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性もあります。九州は晴れ間も出ますが、ところどころでにわか雨がありそうです。最高気温は関東九州ともに30度から32度くらい、湿気が多く蒸し暑いでしょう。さあ、この後は快適生活ラジオショッピングです。
コネクト。TBS ラジオからお送りしているコネクト、東京03飯塚聡です。ジェンスーです。小倉ひろ子です。お願いします。お願いします。さあここからはですね、みんなはどうなのコネクションということで、毎日 LINE オープンチャットを使ってアンケートを取っておりますが、今日のお題はこちら、スケジュール管理どうしてる。どうです、スケジュール管理。紙、手帳。手帳です。あら書いてるね。ダメですね。いやもうね、ダメなんですよこれじゃないと。あ、そう。ずっと紙にこうやって書いて、はい、システム手帳いろいろ書き込んである。そう、それでやった時からこうやってチェックしてって、はー、一回スマホの、いわゆる Google ホニャララ的なものに移行しようと思ったんですけど、ダメでしたね。パッとその場で書けないと。そっか。そうそうそう。いや僕らはそのアプリ、まあスマホのサイスケっていうアプリがあって、そこにマネージャーさんが入れてくれて、ああそっかそっか。そうそう。でそれを僕ら見るだけなんで、めちゃくちゃ便利なんですけど。そうか、全部自分で管理なさってるんですね。そうですそうです。いつ、そうなってくるとね。原稿締め切りがいつで、そのいつに書いて、ここで2時間取られたらとこれは無理だぞとかやってく、パズリングがあるんで、どうしても。紙ですね。でも書ききれない予定もあるんじゃない？まあでもなんとかなる。小さい字で書くっていう。小さい字読めます？でも相当厳しいです。今相当厳しいですよね。老眼の話になっちゃうけど、はい、もうかなり厳しいです。わかる。私小笠原渡さんが月曜日のねパートナーの、すーちゃん同い年、そうそう、自分が食べてるものが、箸が見えなくなってくるんだって言われて、そんなわけないだろって大笑いしてたんですよ。はいはい、そしたら本当に、つまんだ時のものが口の入る頃にはなんだかわかるんですよ。これ未確認物体になってるの。途中でね、そうそう、消えるのもね。いや本当、うっちゃんなんちゃの内村さんがお弁当を何食べてるか全然わかんないです。そうそうそう、本当口の中に入るまで何食べてるかわかんないって。本当そうなるんですよね。ね、そんな、それで絶対みんな大げさに言ってるんだと思ったら、そうそうそう、びっくり。いや俺もこの前あのゆで卵に塩振るんですけど、はいはい、塩全く見えない。だから振ってんのか振らないのか。そうで食べたらめちゃくちゃしょっぱいんだ。そうわかる。ごま塩じゃなきゃダメよね。そうそう、まだごま塩のがね、黒が。スケジュール管理の話だよ。そうそうそう、ごめんなさい、そりゃそうだ、老眼の話だよ。老眼の話だよ。やっと戻った。そうね。え、はい、小倉さんは、小倉は自分の予定は携帯、携帯、ここで家族5人をハンドリング、であと今デスクっていう仕事をしていて、デスク、アナウンサー後輩先輩含めて 17,8 人のスケジュールをこう管理するんですよ。それはあの手帳に書いたりとかしてますね。なるほど。忘れちゃう、この人休みだからこの代だと忘れずにとか。え、めちゃくちゃ大変じゃないですか。はい、ねえ、もうおろろろ、入っちゃった入っちゃった、おろろろろろろ、流行らせるよ。そこうまくできない。下手ですね。練習しなきゃ。だいぶ、あ、うまいな、すーさんうまいな。見てなよ、おろろろろって。さあ、じゃあちょっといいですか、次行くって。いや、次行きます。本当に、はい、分かった。番組の LINE オープンチャットで締め切ったばかりのアンケート、選択肢がね、スマホ、手帳、記憶、その他の4択でございます。読みますね。わたわたさん、スマホです。前まで手帳にしていたのですが、日記も書き始めたところ愚痴の宝庫になってしまい、これを落としたら大変なことになるな、と日和ってしまってからはスマホです。愚痴もいっぱい書いちゃってるんですね。ちょっと反省とかじゃなくて愚痴になっちゃうだろうね、書いてるうちにね。書きます？愚痴。愚痴は書かない。今書きますよ。おう、どういうことを書くの？それはオンラインで鍵かけたアカウントが1個あるんで、そこにずっと書いてる。怖っ。あ、そうですか。イーロンマスク次第です。私の口が世の中に出るかどうか。あ、そう、はい、それが出たら終わり。終わりです。キリミさん、子供が持って帰ってくる下校時刻プリントに、自分のことを予定、自分のこと予定を書き込んで冷蔵庫横に貼ってます。あ、昔は手帳に書いてたけど、手帳って思い入れありすぎて捨てられなくなりますよね。はい、なる。私 7,8 年分取ってあるもん。あ、そうですか。はい、取ってあります。手帳ってあの買う時ちょっとウキウキしません？なあ、分かる、ね、そうなんですよ、うん、何曜日始まりとかね、はいはいはい、どうこう、マンスリーなの、ウィークリーなのとか、そういうのね。はい、ということで、はい、結果出ました。はい、まずですね、スマホ携帯が 65%。 もうそうなんだ。もうそういう時代でございます。で、手帳が 21%。 少ないな。で、その他が 8%。 何、気になるね。で、記憶が 6% なんで、その他ってなんだろう。
なんだろう、どうやって記憶以外、あと何が、え、冷蔵庫がさっきのその方か、あ、そっかそっか、冷蔵庫横に貼ってるが、あ、なるほどね、ご家族の予定はどうしてるんですか、そしたら。ご家族の予定は奥さんが立ててるので。あ、じゃあ連絡が来るんですか、あ、今週なんとかだよとか。そうそうそう、で子供の行事とかは一応自分でそのスマホに入れてますけど、はい、あ、じゃあその仕事スケジュールのところと一緒に。そうそう、一緒にしてますね。そっか、そう、だから2つ以上管理するのがあると大変だよね、家族の人数がいたりとかね。わかります。はい、というわけで以上ですか。もう閉まったのかな。あ、もう化石祭で始まっちゃったよ。以上、みんなどうなのコネクションでした。ごめんね。化石サイダーでサイダーブルースでした。ネクト。TBS ラジオからお送りしているコネクト、今日はですね、お休みの石山レンゲさんに代わってジェーンスーさんと小倉ひろこアナウンサーさんと一緒にお送りしております。お願いします。お願いします。メッセージたくさん来ております。今日のメッセージテーマはピンポイントで好きなところ教えてです。はい、はい、いただいてます。
サトシさん、スーさん、小倉さん、こんにちは。ほかほかご飯にいちごジャムと申します。ピンポイントで好きなところ、爪が5ミリ以上伸びたとき、爪切った後にできる皮膚の、今までここに爪があったのよとアピールしているようにできている皮膚の少しつるっとした部分、伝わりますかね、この部分があるとついつい触り続けてしまいます。触っちゃうんだ。なんかプニっていうことですか。そう、プニっていう、いや、わかりますよ。左右にレールが引かれてるとこでしょ、爪の脇の。そうあったよっていう、なんでみんな触ってんの。爪の中に。ここ好きなんだ。人は様々な好みがありますね。自分のパーツで好きなとこあります。自分のパーツ、一個もねえよ。切れられた。自尊感情下がりやがった。ごめんなさい。なんかあるかなと思って気に入ってるとこ、チャームポイント。いや、あります？飯塚さん。俺、そうですね。どこだろうな。俺。自分のチャームポイントどこですか？八重歯かな。かわいい、かわいい。いや。小倉さんはない。あ、ないことないじゃん、2人とも。いや、え、恥ずかしいだけでしょ、言うのが。どこだろうね。顔、あと手、足も長い。足で、ありがとう、生きてるって素晴らしい。本当だよね。何の話。内臓がある。いや、みんなあるよ。ラジオネーム、休日出勤さんね。埼玉県45歳男性の方ね。スーさん、小倉さん、あと飯塚さん、こんにちは。こんにちは。あと飯塚さんって。こっちの番組だから。ジャッキングしてるから。私が車を選ぶ時の基準がピンポイントです、それはハンドルを握った時のハンドルの裏側の手触りです。ハンドルの裏側って指がフィットするようにボコボコしてますよね。そうしてる。あのボコボコの形とサラサラ具合で決めています。正直車種とか色はどうでもいいです。そう、ハンドルの手触りが良ければいい車に感じますです。そんな人いるんだ。こう持った時でこの、いや、わかりますよ、それはわかるけど、車種とか色とかどうでもいいんですって。よくないよ。そっちメインですよね、絶対。バリバリの車庫端でもいいってことでしょ。そう、ハンドルの手触りさえ良ければ。すごいね。ピンポイントすぎるよ。ピンポイントだわ。ラジオネーム、ひだのしょうしがりさん。はい。ひだのしょうしがりさんですね。私の好きなものはサクレの上に乗っている輪切りのレモンです。いいよね。昔はレモンが嫌いで兄弟にあげていましたが、今では人のレモンまで欲しいくらい。あのレモンをいつ食べるか論争もありますよね。サクレうまいですよね。美味しいですよね。今年の夏いっぱい食べた。あ、そう。いや、僕スイカバーが好きなんですけど。なんかどうやってスイカバー、あの上から普通にこう食べてる。上から普通に食べますよ。あれなんかこう、チップみたいなの入ってんじゃん。あのチョコチップ入ってます。あれ舌でほじくり出したくならない。あんまりその感動なかったですよね。なんかちょっと、キリンのような気持ちになって。ガチのスイカだったら分かるんですよ、その種をちょっとほじくり。そのスイカバーのチョコチップほじくり返そうと思う人あんまりいないと思いますよ。やって、やはり種ではなくチョコだ、って思いたい。やはり種ではなくチョコだっていうのやりたい。毎回それやりたい。楽しそうっすね。生きてるだけで楽しい。最高ですね。はい。
番組宛てのメッセージメールの送り先はconnect@tbs.co.jp CONNECT です。ネット時刻は1時54分です。ここで TBS ラジオ交通情報、警視庁から楠葉恵美さんお願いします。はい、外環道の内回り松戸インター付近、まだ大型トラック故障して左側に止まっています。4キロ15分。反対外回り市川北インター先菅野トンネル内、復旧工事左で続いていますが、この時間渋滞は解消しています。首都高速道路6号三郷線の上り三郷ジャンクションの先、止まっていた故障車は移動しました。雨で50キロ制限続いているのは関越道昭和インターから北側、上信越道は佐久インターと小諸の間、さらに上田菅平から先です。東北道に出ていた雨の50キロ規制は解除となりました。神奈川県内国道16号上り相模原の淵野辺交差点付近、トレーラーと自転車の事故で1車線が通れず1キロ半。千葉国道6号下り、我孫子市柴崎付近、前にあった事故の調べを右側で行っています。警視庁から以上です。楠葉恵美さん、ありがとうございました。次の交通情報、2時25分ごろにお伝えします。今日のメッセージテーマはピンポイントで好きなところ教えてです。はい、いただいてます。埼玉県47歳アクアホワイトさん、男性から。はい、スーさん、ひろこさん、ずかさん、こんにちは。こんにちは。以前児玉清さんの司会で放送されていたクイズ番組アタック25ですが、私は回答者がうっかり角のマスを取らなかった時の児玉清さんのツッコミ、なぜ角を取らないというセリフがめちゃくちゃ大好きでした。そこなの。そもそも一番大切な角のマスを取り忘れるなんてそうそう起きないミスなので、その超レアさもあって、なぜ角を取らないが聞けるときたーと叫んで大興奮でした。それは聞きたいね。もうこの世代ピンポイントですね。いや確かにアタック25が見てましたね。なぜ角を取らない。すいません、すいません、言いたくなるよね。そうですね、なぜ角を取らない。なぜ角を取らない。あ、緊張とかもあるんでしょうね、あれ ね、 そうね。あれすごくないですか、なんかそのクイズ答えられなかったら、はい、立たされたりするじゃないですか。そう あれ結構お仕置きとして結構厳しいですよね。大人だからね、もうみんな ね、 ね、そうそう、立たされるってさ、その廊下に立っとけみたいなノリで。そうそうそう、あれ辛いですよ ね。立たされても、しかもいじられたりしますよね、うん、今の正解を横目で見ているみたいな。あれ結構シビアな番組でしたよね。でしたでした。続いてですね、ラジオネーム猫娘さん、新潟市の方ですね。はい、飯塚さん、スーさん、小倉さん、こんにちは。こんにちは。私は長靴の匂いが好きです。ゴム製品なら何でもいいわけじゃなく、なんか長靴です。タイヤはちょっとゴム臭が強いんですよね。知らない。
わかんない。ですよねって言われても。長靴の外側の匂いってことかな。中は人の足の匂いでしょ、だって。あ、そうですね。だからゴムじゃない？ゴムの匂い。長靴のゴム、外側のゴムの匂いじゃないですか。え、そんなに違う？いや、嗅いだことないからな。ちゃんと。でもなんかゴムっぽい匂い、なんかエレベーターの中の匂いが好きとか、そういう独特な匂いが好きな人っているじゃないですか。あの薬局の匂いとか、本屋の匂い、倉庫の匂い、はい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 、そういうのの一環なんですが、ゴム、でもゴムもタイヤだとトゥーマッチ、トゥーマッチ、難しいな、難しいね。お、好きな匂いあります？好きな匂いは、あと10秒で答えられません。あ、答えられないっていう答えね、はい、答えです。わかりました。この後は東京03飯塚聡の市街特番です。東京03飯塚聡の市街特番、この時間はジムマスター他各社の提供でお送りします。時刻は2時になりました。TBS ラジオからお送りしているコネクト、東京03飯塚聡です。そして今日はですね、お休みの石山レンゲさんに代わってこのお二人とお送りしております。ジェンスーです。小倉ひろ子です。お願いします。3人合わせて東京03です。違うんだよな、何回も否定したじゃないですか。じゃあ入ってこないで、入ってこないで、いいじゃん。まあまあ、じゃあ今日だけ、今日だけね、今日だけ、やったー、はい、やったー、やったー、なんでも交渉してみるもんだね。じゃあこれといって何するわけでもないでしょ、東京03でその、コントやるわけでもないでしょ。じゃあやりましょうよ、うん、やんなくていいよ、コント、ラジオ生放送。いやいや、これコントじゃない、これは普通にやってんの、はい、ラジオの。シュンとしないで、怒られちゃう、シュンとしないで。あとさっきの、好きな匂いは焦げた醤油です。今答えるんだ、時間差で。焦げた醤油いいですよね。いいよね、最高です。乗るんだ。美味しそうな匂いですよね、焦げた醤油、ね、焦げた醤油最高です。10秒で答えられたでしょ、それじゃあ。ちょっともう追いつかなかったな、はい、というわけで、はい、ここからは曜日パートナープレゼンツの日替わり企画コネクトネット、水曜日はこちらです。東京03飯塚聡の市街特番。毎回特定の市街局番でくくった地域の情報をお届けする特別番組、いわゆる特番をお送りするコーナーでございますけども、はい、毎回ですね、いろんな地域の情報をこちらでお届けしてるんですけども、はい、知ってる、そう、あ、知ってらっしゃいます？聞いてますよ、うん、なんかありがたい、ぼんやりつけててもふふって笑っちゃうことがあるコーナーですね。あ、本当ですか。ありだなんだとか、うん、あ、すごい、そう、聞いててくれてるんですね。ありだ、イエーイ、怖いな。私でもあれ、あんな怖いイエーイ初めて聞いた。あそこでレンゲちゃん、今のとこはありだだけにっていうとこだよとか、うん、聞きながら思っちゃう。すごい姑のおばさんみ根性が出てすごいいいリスナーじゃないですか。 でしょ、有田じゃないんだよ、有田だよ。今日はどこですか。さあ、ということで小倉さん、お願いします。今日は市街局番0977ということで、うん、飯塚さん特番のタイトルコールお願いします。飯塚さとし熱々タイム。ということで、はい、毎回ですね、タイトルをつけていただいてるんですけども、はい、この熱々タイムはその
ったかタイム、はい、田中みなみさんのオマージュじゃないですかね、はいはい、別名ひんやりタイムですね。ひんやりタイムって言うんですか。肝が冷えるような話ばっかりしてるんですよ割と、ね、そうなんだ。そうです、シャープなんですね。シャープの人でゲストの話が来たらよく考えてから言った方がいいですよ。一回ルーティーンに入るともうずっとあのルーティーンで回ってきますから。あ、そう、はい、すごい肝が冷える話を。ちょっと興味ある、面白そう。長野さんっているじゃないですか。あ、長野さんいらっしゃいます。マジ喧嘩とかしたんですか放送で。あ、そうなんだ。それがそのまま流れてますからぜひ聞いてみてください。いや、なんか僕ネットニュースで見たのはその遅刻した DJ 松永に説教したっていうのを聞いた、はい、あ、そうそう、あったあった、それもあった、うん、っていうひんやりタイム、そう、はい、お前として熱々タイ ム、熱々タイム。こっちは仲良く行こう。そうね、東京ゼロさんだから今日、うん、東京ゼロさんだから東京ゼロさんでやっていきましょう、はい、やっていきましょう、ね、やったやった、うん、なんでそんな嬉しいんだよ。09777、大分県の別府市、はい、湯布市、湯布院町、うん、木付市、うん、山鹿町、うん、あと早見郡、こちらを含む市外局番知ってました。知らなかった、知らなかった、うん、そうだよね、うん、私も知らなかった、まあ、別府湯布院は有名ですけど ね、まあ、でも温泉ですよね、うんうん、湯布院行ったことない、はい、ないないない、僕もないんですよ、まあ、みんなない、なんかさ高級旅館のイメージですよね。イメージね、うん、そうで、うん、温泉がすごく素敵、うん、はい、で以上、そうそう以上です。こちらからは以上です。持ってるカードはこれだけ。全米よ、これが貧困だ。貧困なイメージだ。いやでも絶対他にも熱々な話題があるはずだよ。そう、そうですよね、はい、だからいろいろ聞いていきたいと思いますけど、はい、一応地図で言ったら、うん、大分県の海側のくびれているところあたり、うんうんうん、くびれてるところ、くびれてるとこね、へこんでるとこですね、うん、くびれてる、はい、こちらがまあまあ温泉とかいろいろある、うん、別府とか湯布院とかの場所ですね、はい、うん、だから温泉だから熱々タイムなんでしょう ね、うん、温泉とか行きます皆さん。温泉は家族で行ったりとかは、うん、まあ、年に1回ぐらいしますよ。ああ行かないですか。あ、うちの夫は暑いの苦手なんですよ、ね、うん、あ、そもそも温泉がお風呂が苦手、なんか、うん、芋洗いなんですよ、お風呂も。違う、カラスの行水じゃん。カラスの行水、うん、そう、そ、芋洗いみんなが入るやつ、ね、そっか、うん、豊島園のプール流れるの行水だ。まさかアナウンサーの発言とは思えないですね。もう一回やり直します。どっからだよ。生まれから、生まれから。大変ですよ今の。03見た。そうだよ、ね、ロロ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 、吐くな、吐くな、吐くな。はい、とりあえず続けましょう、はいはい、そうですね、ね、はい、熱々って言ってますけれども、うん、この地域の温泉本当に熱々で、うん、別府温泉の源泉温度はおよそ100度、高いのよ、すごい、そんなに、うん、でとにかくその熱湯の浴槽が多いのが特徴です、うん、で別府市民にとってお湯は熱いのが当たり前、お、なんか江戸っ子みたいですよね。そうですね、うん、温度が44度から46度くらいの温泉も多いということで、それは熱いよ。いや、だいぶ熱いですよね。だって家のお風呂40とか41とかでしょ、うん、46って。いや、これはちょっと。そうね、いや、旦那さん絶対入れないんじゃないですか、ね、そう、うちの夫は無理だと思う。でも私46、7とかに、いや相当暑いですよ、46って。暑いの好きなの。あ、いや、肌カッサカサになるよ。え、なんでそんな驚くの。いや、そんな暑すぎるって。暑すぎるって。私そんな変なことやってたの今まで、うん、46だって46度ぐらいの温泉も多いそうですって書いてあるってことは、これはなかなか特筆すべきことってことだよ、うん、あんた一人で大分やってんだ、家で一人大分やってんの。いや、でもね、確かに娘には怒られるんですよ。そりゃそうだよ。なんて怒られるんですか。暑いよ。シンプル、まんま、JK に怒られますね。あ、そう、あ、そうなんだ。え、じゃあ小倉さん一人だけ家族で熱いお湯が好きなんだ。だから最後に入ります。熱くしたいから。熱くして入るの、うん、そうなんだ。設定温度を上げて追い炊きするんだ。だからもう長男、年長さんなんですけど、一緒に入るとき嫌がります。そうだよ、そうだよ、子供特に熱いの好きじゃないです、うんうん、30数えようって言っても5まで。いや、当たり前だよ。5でもきついよ。虐待だよそれ。46度で30数えさせたら。いや、でもね、46って表示なだけで絶対43ぐらいだと思うんだよ。明日適当なこと言ってます。いやいや、46は46でしょ、うん、そうかな、熱々なんだね。分かった。いや、でも好きならしょうがないですけどね。でも入ってみたくないですか、まあね、温泉。ん、ん、温泉、温泉、その熱い温泉。そう、僕熱いの苦手なんですよ。僕もです。あれ、そう、まあ、うん、でもまあ温泉は入りたいですけどね。だからその温泉、その露天とかで、うん、
寒い時、うん、外気が冷たい時にそのちょっと肩出していい、ね、長湯するのが僕は好きですね。ちょうどいい、ちょうどいい。今ここスタジオ温度割と冷え冷え、はい、すーちゃん肩出てる、はい、あ飯塚さんもなんなら出していい、うん、出していい、出していい、許諾できた。で、うん、このここで足湯を楽しみましょう、ここで、うん、スタジオで、そう、別府の温泉の、別府温泉の足湯、うん、実は、はい、ディレクターの奥様が、はい、お友達が大分に住んでるということで、タンクに温泉の水を汲んで送ってくださった、うん、うわすげえ持ってきた、別府の足湯、ドリフで使うたらいじゃないですか。大きいな、上から降りてくるやつだ、ね、うん、これ子供2人入るな、ね、紐が入ってるけどこの紐ない、何怖い、温度計50度だったじゃあもうバッサー、それはさダメだよ、たけしだよそれ、別府市末広町にある末広温泉さんのお湯、うん、聞こえてる今の話、聞こえてる、うんうん、半分しか聞こえてない、見える足、いや50度は暑いですって、ちょっと暑いっていうのやるのが仕事なんじゃないの、大丈夫、いやいやいや僕らそういうの避けてきたんですから、あそうだ確かに、あんまりないですよ、見たことない、ネットコマーシャル的なやつないですよ、こっちはね、ぬるかないやん、あでもだいけるかも、いける、大丈夫です、手先が冷たいだけだよ、もうスイッチ裸足になって準備してるから、いやこれ入れんの足、うん、はい、たらい、えひゅー、今ちょっとあちゃ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 熱いよちょっと待って、あ確かに入れます、だ、ね、ちょっとまあちょっとじゃあ行くよ、うん、このまま奥に持ってってあげて、もうスイッチ裸足になって入れてんの、もう入れた、もシャキシだ、来たよ、シャキシだなんだよ、タライ、あ、このタライ、タライって書いてあるんだね、大文字でタライ、タライって書いてある、 T-A-R-A-I タライ、タライ、ちょっと入れますよ、はい、あ、熱い熱いですよね、熱い、あ、熱いね、ちょい熱、熱い、うん、ちょっとずっと入れられないくらい熱いね、すいません、こっちはぬるいから大丈夫ですっていうのがそれなんだよね、これ、うん、本当じゃもっと熱いってことそれ、もうちょっとお水入れたのにして、いや熱い、放送中入れてたじゃん、確かにな、うん、ちょっとさ、ちゃんとした方にお話伺いましょう、はい、熱っ、はい、うん、いいですか、はいはい、末広温泉の勝正光さんとお電話がつながってますか、はい、大丈夫、 OK 丸きました、はい、いろいろ伺ってみましょう、もしもし、あ、もしもし、こんにちは、こんにちは、こんにちは、お忙しいとこすいません、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、うわー嬉しい、カツさん今ね我々、そちらの別府の温泉のお湯に足つけてるんですけど、そうなんですか、はい、そうなんですか、なんで半笑いさん、いやいや、あの、本当なんですね、本当なんですよすごいですね、みんなそんな熱い温度で入るんですか、うん、いやなんか、いや暑いです別府の温泉は、そうなんだ、はい、あの全身47度でも、あの、なんかそれぐらいやないとっていう人もいます、そうなんですね、もう子供の頃からそれに慣れてらっしゃる、そうですね、もう産湯が温泉って言ってた、最弱みたい、本当だ、産湯が温泉、この暑い温泉、はい、すごいあの末広温泉はどんな温泉なんですか？あ、末広温泉はあの単純泉って言われていて、はい、もう無味無臭の、あの毎日入っても入りやすいっていう、あの別府は本当あの地球上にある全ての泉質がどうやらあるっていう風な噂なんで、あの、もういろんなところもうちょっと歩けば全然違う泉質に当たるんですけど、はい、そうなんだ、はい、ここは入りやすいです、そういうところはなかなか他にないんですか、あの、まあ、一箇所で全部いろんな温泉が入れるって、はい、あのなかなかバレてないんですけどないです、うん、今その小倉さんが一生懸命ね、いやどうしてんの、温度下げようと思ってやっぱ暑いでしょ、水を持ってきてもらえる小倉さんでも暑いんだからよっぽどですよこれ、いやーね、なんか、うん、多分温め直していただいたんだと思う、そうなんです、でもちょっと入れただけでホカホカしてくるよ、うん、足は、なんかね、かけ流し屋となんか、はい、また違う、同じ温度でもなんか違う気がしますけど、はい、カツさん地元が別府なんですか、いや違うんですよ、あ違うんだ、生まれ大阪で東京挟んで別府に来ました、あそうなんだ、今別府にいらっしゃる、今は別府15年目です、 お仕事のご関係とかで、そうですね、あのもう僕美術家っていうか絵を描いてまして、はい、で、芸術家が別府で、水急に入れないでよ
勝さんすみません、どうぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、そうですね。ラジオで。あ、いや、すみません。そうです、あの、仕事の関係で来ました。どんなところですか、別府。別府はすごく、いや、もう本当、その、最初その仕事っていうか、その、うん、美術展に参加するために来たんですけど、はい、2ヶ月の会期終わったら帰る予定が、うん、そのまま、あの、行き着いちゃいまして、それで15年ってよっぽどですね、はいはい、どんなあたりが気に入ってるんですか。なんていうか、あの、温泉が溢れてるんで、うん、その一丁に一つはそういう観光客も入れて、地元の住民も毎日お風呂に入る、はいはいはい、あの共同温泉って言われる場所があってですね、うん、今まさにそこにいるんですけど。あ、そうなんですか。そうです、今末広温泉にいます。で、こういう場所が、あの、一丁に必ず一つほどあるんです、うん、で、別府全体で言うと100ぐらい、あの、別府市も数把握できないぐらいあってです。そうなんだ、いいですね。で、そういう風な状況だと、こう、なんていうか、みんな昼間どんな格好してても夜は、あの、すっぽんぽんでお風呂一緒に入るわけじゃないですか、うん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 、そうなるとなんかこう、あの、なんかこう、細かいこと、うん、分け隔てている場合じゃない。なるほど、はい、じゃあ結構その住民の皆さん、近くの皆さんで裸の交流があるってことですね。あ、もう毎日いいですね。そっか、じゃあみんなと仲良くなりますね。そうですね。おお、いろんな地域のところに入りに行ったりするんですか、他の町に行ったりとか。ね、なんかこう最初の頃はよくしてましたけど、うん、もう毎日この末広温泉で。あ、そう、地元で、はい、まあ、たまにちょっとどっか出かけたりした時に、うん、お風呂入って帰ろうかみたいな感じで、その辺の地域の入って帰りますけど。なるほどね。末広温泉の特にここが好きみたいなとこあります？いや、もう本当なんていうか、今言った、うん、多世代の交流とか、うん、毎日入りやすい単純温泉だったりとか、うん、もうなんか、ちょっと、昭和47年の建物なんですけど、建物の雰囲気もレトロでいいし、壁画があるんですけど、壁画、いわゆる銭湯の壁画、富士山ですけど、ここは、はい、あの、大分の鶴見山と湯布岳っていう、あの、山なんだ、まあ、この土地の山を描いてあったりとか、まあ、なんかこう、いいとこ取り、いい銭湯なんじゃ、あ、いいとこ取り共同温泉じゃないかなと思っております。いや、なんか今ね、ちょっと水足してもらって、はい、だいぶ心地よくなって、ええ、本当になんかほっこりしてきた気持ちが、目がトローンとしてきてますよ。気持ちいいですね、やっぱり。ほっぺたツヤツヤしてる。あ、やっぱこの足湯でその効果あるのかな。小倉、ね、さんも入ってたでしょ。気持ちいい、はい、柔らかい、ね、お湯が。そうですよね、うん、もう服着てても、うん、なんていうか、はい、ね、隣にいる人と仲良くなった気持ち、なんか、うん、和やかな気持ちになってきました、はい、なんかもう冗談で、なんか政治的な会談もお湯使いながらやればいいんじゃないかって。ああ、いいかも、ね、足入れてね。サミットとかね。そうだ、はい、うん、温泉サミットだ、はい、ね、いいですね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、いろいろお話聞かせていただいて、ね、こちらこそ貴重な機会をありがとうございます。え、これからお風呂入って帰られるんですか。あ、今実は上にその絶対温泉には必ず2階に公民館がついていて、うん、そこでちょっと小学生に絵を教えてですね。あ、そうなの。いい生活だ。あの、はい、小4の女の子が今からあの習いに来るんです。あ、そうなんだ。はい、はい、よろしくお伝えください。言ってきますね。はい、言っといてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、ほっこりしちゃいましたね。まったりしちゃった。うん、気持ちいい。なんかこうピチャピチャしてんのもなんか気持ちいいですよ。だって小倉さんなんてさ、後ろ向いてずっと足入れてた。後ろにしかなかったけど、まあね、前持ってくればいいのさ。ポワーンって入ってたね。スーちゃんも入る？もう大丈夫。私も大丈夫。ちょっとさっき出ただけでもずいぶん足あったかくなったし、はい、やっぱお家に足欲しいね、うん、い、普通のお湯とちょっと違う気しますよね。そうそうそう、うん、そうなのよ、ね、不思議、今ジンジンしてる足が、はい、うん、内側から。実はですね、はい、この地域についての熱い情報もあるようなので、いくつかご紹介してまいります。何でしょう。ええー、
7時間ぶっ通しで温泉ぶっかける温泉フェス開催。何それ。大分県別府市で温泉と音楽を掛け合わせた野外フェス、はい、別府温泉シャワーフェス2023が9月9日に開催と、うん、もうすぐじゃん、うん、別府市の中心部にあるスパビーチで開催するそうです、うん、はい、5000人規模のステージが設置されて、さまざまなアーティストやお笑い芸人が出演するということで、はい、別府温泉から湧き出る温水をもうベースとしたお湯ね、うん、これを1000トン準備して盛大に放水する、うん、でお湯と音楽を浴びながら飲食を楽しむ今までにない大型フェス。じゃあ水着で見るのかな、うん、ねえ、ね、なんかだって上温泉銭湯が音楽とともに降り注いでくる、上から来るでしょ、ね、温泉水が。いや楽しそうですけど。すごい、うん、え、タイムテーブル書いてありますよ。本当だ、あ、DJ 大の字だ。本当だ本当だ、大の字。あ、そうなんだ、大分だもんな、うん、出身。 なるほどね。あ、DJ コウさんもいる、うん、あ、DJ コウさんもいる。本当だ、ダークパンサーさん。TBS ラジオ行かなくていいの、大丈夫ね、うん、綺麗に皆さん同世代の人しか目に入っていかないってのは最高ですね。ごめんね、アクロも出てるし、あのレペゼンフォックスも出てるんですけど、 その辺疎いんですよ。みんなそう、あれ、ま、マークパンサーさんだわってわかるわかる、スーさんちょっとその辺お願いしますよ。いやいや、マークパンサーさんにすがりたくなる気持ちはすごいわかります。見つけたって感じ。でもあ、ミンミが最後ライブやってますね。本当にライブやるんだね、豪華ですね。午後1時から8時まで、あら、まあ、ずっと お湯が来るのかな。しかも温泉水ですもんね、ツヤツヤになっちゃうよ、ね、そうね、本当に。いやでも本当、うん、ね、フェスとかコロナも明けたし、ね、いいよね。フェス、うん、行かれたことあります？僕ないですね。なんかあのフジロック私は行かないまま死んでいくんだろうかって自分のことを考えるんですよ、はあはあ、はあ、あの感じに年々こう憧れて、うん、草とかいろいろこういろんな感情を送りあのしながらもう、はい、違う惑星になっていったような、うん、もう朝船には乗れないっていう。確かにな、僕ももうちょっと乗り遅れましたね。乗り遅れましたよね。じゃあ苗場、苗場、苗場はいけるよ。苗場ならいけるじゃない、うん、でもそれはフジロックじゃない時に苗場行ってどうすんだよ。フジロックもユーミンもいない時に苗場行ってどうすんだよ。そうかそうか、まあね、まあ、まあいいや、はい、ね、まだ来てますよメール、はい、ニコニコサニーパンさん、うん、はい、大分県杵築市の方、はい、飯塚さん、スーさん、小倉さん、こんにち は。市外局番0977別府市に住んでいたものです。やった、地元だと大喜びしつつ、うん、若干鼻息荒めですが、はい、別府の情報をいくつかご紹介します。お願いします。1番、うん、別府市など大分県内で親しまれている郷土のおやつ、うん、野生馬。野生馬、この野生馬、山梨のほうとうのようにして食べる団子汁としても大分県民に愛されています。ということで、あといくつかね送ってくださってますけれども、はい、うん、これ用意してる？あら、野生馬、野生馬、あ、本当ですか？すごい、足湯も出てくるわ。あ、ありがたいね。めっちゃ太い、なにこれ、うん、あれ2つだっけ？うん、私大丈夫。そうか、うん、小麦、小麦がちょっと苦手なんです ね、きな粉のいい香り、ね、甘いの？何、きな粉のほうとうにきな粉がかかっててバグる。野生馬、太麺よ、太麺、幅広の。え、味的には甘いんですか？ちょっときな粉好き、 きな粉餅みたいな感じで、ね、香りはきな粉餅よ ね。そうそうそう、 YouTube の人に見せてあげて。じゃーん、じゃあそこ画面でしょ、あっちだよ画面。おい、素人ごめんなさい、お母さんごめんなさい、虫がいる、虫が、お母さんわかんないのよ、うん、これね、ここ、そうそうそう、こんな感じ、ちょっとだいぶ太いですよね、トイ風だね。おお、いただきます。きしめんのさらに太い、倍ぐらい太いやつ。野生馬、小麦粉で作った平たい麺状のものに、はい、きな粉と砂糖をまぶして食べる大分の郷土料理、うん、平安時代馬の野生が作った小麦粉を薄く伸ばしたきな粉をまぶしたものを貴族の若君に食べさせたそうです。それを気に入った若君が野生馬とねだったのが名前の由来。馬は幼児特有の食い方で食べ物のことだって。うん、二人とも黙ってるけど、めちゃくちゃうまいよ。うまいやつ、きなこうどんだね、きなこうどん、うん、甘くてで、まあ分厚い、太いし、うん、ちょっとお餅感もあるから、はあはあはあ、きなこ餅のこうちょっと薄くした感じ、食べやすい、うん、へー、なんだろう、生八つ橋のきなこまみれみたいな、いや、うん、なんか美味しいですね、これ野生馬、意外と食べたことないもんあるんですね、世の中に。まだまだ、なるほどね、情報ありがとうございます、ありがとうございます、
うん、さあというわけで、うん、もう特番もちょっとえもうおしまいなの？野生馬口に入れるタイミングを完全に間違えた。ああこの特番もそろそろエンディングです、うん、ありがとうございます。いえ、もう番組終わるのかと思ったら特番のエンディングでした、うん、あここねこの熱々タイムのエンディング、はい、そうあらそう最後皆さん野生馬でね、いや美味しかったよ、幸せな気持ちになりました。足湯も良かったし ね、うんうん、本当になんかまったりしちゃって本当に行こう、だから湯布院に湯布院ね、いつか行こう。あみんなとこの東京ゼロ三で、そうですどうこの新生東京ゼロ三で、東京ゼロ三で、おうなんて言うんだっけそういうの、何工業に行こう、工業イベントすんの、そうえコントすんの、コントもう本当にやろ、うん、まあまあ、私オロオロの係、いやオロ上手だからね、オロオロのネタそんなやんないって、なんで営業でそんなウケないってよそのオロオロって、バカウケだったのに、うん、じゃあ やるなら本気でやりますからね泣かされそうというわけで以上飯塚聡の熱々タイムでした。さあ、次回の市外局番の地域をランダム抽選で決めていきましょう、はい、じゃあランダム抽選のボタンスーさん、イエーイお願いします。来週どこなのか。で、もう一回お願いします。で、うん。どこだ？ゼロ九八五。ゼロ九八五。近いじゃん。近いね。ゼロ九七七だったから。市外局番がゼロ九八五。宮崎。あ、宮崎県。宮崎市。宮崎市。チキンナンバーね。そうだ、マンゴーとか。いいよ。うん。うんいいな、なるほど、まあ、同じ九州でも宮崎に、はい、ありがとうございます、はい、ぜひそちらに住んでいる方、うん、また思い出がある方、あなたからの街情報をお待ちしております、はい、メールはコネクトアットマーク tbs.co.jp まで、うん、件名のところに市外特番とつけてください。はい、というわけで以上東京ゼロさん飯塚聡の市外特番でした。次回もお楽しみに。飯塚聡の市外特番、この時間はジムマスター他各社の提供でお送りしました。Thank you.
時刻は2時28分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい。レギュラーガソリンの全国平均価格が2週連続で過去最高値を更新しました。経済産業省が発表したおととい時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週に比べて90銭高い1リットル当たり186円50銭で、2週連続して過去最高値を更新しました。値上がりは16週連続になります。円安によって原油の輸入価格が上昇していることや、政府の補助金が段階的に縮小していることが要因ですが、ガソリンの補助金をめぐっては、政府が明日から新たな制度の運用を始めるため、石油情報センターは来週のガソリン価格は値下がりすると予想しています。インドネシアを訪問している岸田総理は、 ASEAN 東南アジア諸国連合に対する新たな人材育成支援策を発表しました。日 ASEAN 包括的連結性イニシアチブと名付けられた支援策は、従来の交通インフラだけでなく、デジタルや海洋協力、サプライチェーンなど6つの分野でも協力関係を強化するとしていて、今後3年間で5000人の人材育成に当たると主張しています。中国やロシアが ASEAN への影響力を強める中、 ASEAN の経済発展を後押しする姿勢を示すことで、日本の存在感を高め、中国やロシアに対抗したい考えです。先月29日、愛知県豊田市のトヨタ自動車元町工場などで部品の発注処理を行うシステムに不具合が生じ、全国14の車両工場で一時生産ラインがすべてストップしたトラブルの原因は、保守点検で使ったディスクの容量不足だったことが分かりました。前日に行ったデータベースの保守点検で、たまったデータの削除や整理をした際、作業用ディスクの容量が足りずにエラーが発生したということです。トヨタ自動車は、サイバー攻撃によるシステムの不具合ではないことを改めてお知らせするとともに、お詫び申し上げますとコメントしています。フランスの自動車部品メーカーの日本支店の代表者だった男が、会社の金およそ1億円を着服したとして逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、 LDL テクノロジー日本支店の前代表者、田島幸三容疑者57歳で、おととし1月からおよそ1年間にわたり、会社の口座から現金合わせておよそ1億1000万円を着服した疑いが持たれています。田島容疑者と突然連絡が取れなくなったため、会社側が口座を確認して犯行が発覚したもので、調べに対し田島容疑者は、会社の経費や給料の支払い、自分の退職金という認識だったと容疑を否認しています。それから今気象情報が入ってきました。茨城県の県北地方に大雨警報が発表されました。気象庁は茨城県の県北地方に大雨警報を発表しました。これらの地域では今夜にかけて大雨が予想されます。低い土地の浸水や大雨にご注意ください。以上、ニュースをお伝えしました。中村久人さん、どうもありがとうございました。さあ、ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から楠葉恵美さん、お願いします。はい。関越道の上り新座料金所付近、右側で作業を行っているため4キロ15分。圏央道内回り桶川加納インター付近は大型トラックが故障して左側に止まっています。2キロ5分です。外環道内回り松戸インター付近もまだ大型トラック故障して左に止まっています。4キロ半15分反対外回り市川北の先菅野トンネル復旧工事は終わりました。首都高都心環状線外回り汐留トンネルでは乗用車同士の事故です。右側が通れず3キロ半、江戸橋ジャンクションから30分。5号線の上り板橋本町では乗用車とタクシーの事故、左側が通れず1キロ半5分です。神奈川国道16号上り相模原の淵野辺交差点事故処理終わりました。千葉国道6号下り我孫子市柴崎前にあった事故の調べ、右側で続いています。警視庁から以上です。楠葉恵美さん、ありがとうございました。次の交通情報、2時50分頃にお伝えします。
さあメッセージを紹介したいと思います、はい。今日のメッセージテーマはピンポイントで好きなところ教えてということです、はいはい。鹿児島から届いてます。おありがとうございます。サンボの妻さん46歳女性、飯塚さん、スーさん、小倉さん、こんにちは。こんにちは。私はグラタンの端っこの縁の焦げて固くなった部分が小さい頃から好きです。いいね。グラタンの端っこの焦げでしか出せない香ばしくて硬い独特の風味が大好きです。自分で作るときはあえて縁が焦げて固くなるように時間を調整して焼いています。あのスプーンの先でカリッはい、わかるわかる。美味しいですよね、あそこ、はい、あそこいい。あとアメリカンドッグのあのそう、こう、ね、あそこのカリカリのと、カリカリが好きなのかな、みんな。わかる。私あのクリームソーダのアイスと水の部分の、はい、あのわかるわかる、シャリシャリシャリって、あ氷とグッズ、あそこ超美味しい、ね、あそこいいですよね、ピンポイント。うん、なカリカリしてるのが好きなのかな。わかる。あの変わり目のところだけなんですよね。そう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 、不思議と。餃子の羽とかもそういうことでしょ。ああそうだ。そうそう、でも今ちょっと作為的だから羽、そう、やりすぎ、やりすぎ、確かに羽でかすぎますよね、最近。そう、あんななくていい。確かにね、羽に対するクレーム、クレームピンポイントだな。自分の魅力を自覚しすぎだよ。わかる、あざといよね。そうなの。あざとかったの。長野県、ドクターリトハフさんね、はい。僕がピンポイントで好きなのは布団の中のひんやりしたところです。おー、うん。基本的に寝床でゴロゴロするのは大好きなんですが、中でももぞもぞ動かした足がヒヤッとする場所に触れた瞬間はピンポイントで好きですね。いいね、うん、分かる。でも冬場はや、あ、うん、まあね、冬場こそ好き、私は、ね、冷たいところが。そうなの、うん、うーっていうところが好き。なんか足の裏がやたらほてる時あるじゃないですか。ある。なんだあれ、あのた、なんだあれ、カレーだよ、カレー、うん、カレーなの。カレーだよ、大体の縁は全部カレーだよ。カレーか、カレーだよ。いや、そうだから、そういう時になんか冷たいとこ見つけて、ね、そう、そこ当てるっていう、ね、そうそうそう、気持ちいい。でしばらくするとまたそこが熱くなってくるから、また新しいひんやりしたとこ探してずれてくるね。そう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 、なくなってくんですよ、ひんやりした場所が、ね、どんどん少しずつ少しずつ、うーん、ね、カレーなんだ、はい、カレーですよ、ピンポイントでございます。ピンポイントでカレーです。ピンポイントでカレーなんか嫌な話だな。同い年なんだからしょうがないじゃん。そっか、それと付き合っていくしかないですもんね。そうですよ、寄り添っていくの、うん、レンゲチームにいると思うなよ。そう、確かにずっと毎週レンゲさんと一緒に喋ってると、うん、自分が若いんじゃないかって錯覚してくるよ。思っちゃう、うん、全然そんなことないからね。だってあの人たち、だって下手したら TRF が出てきた時生まれてないみたいな人いっぱいいるわけでしょ。そうですよ、多分、ね、知らない、サバイバルダンスとか知らない、イージードダンスも知らない。困っちゃうな。そうなのよ、だそう考えるとさ、うん、全然違うんだよ。そっか、何を突きつけてきたんですか。全然違うんだ。ピンポイントで年齢を突きつけてきた。いや一番怖い。ね、一曲ちょっと聞いて落ち着きましょう。わかりました。はい、TBS ラジオ今週の推薦曲です。ケイ、うん、ちゃんで馬の耳ドロップフィーチャリングマジコ。
さあここからは水曜日のオリジナル企画をお送りします。それでは聞いてください、曲をよりよくドラマチックに聴かせるためのイントロに乗せる素敵な前工場を募集しております、はい、今日の課題曲はアースウィンド&ファイヤーのセプテンバーです。イントロカモン。はいノリノリじゃないですか2人とも。いいですね、ライブに来てるみたいですね。Do you remember? ここまでですね、ここまでですね。あれ？そう、イントロですから、イントロをとりあえず聞いて。なんですよ、ノリノリですね。ノリノリです。世代ではないでしょ、でも。でもこれがなんかこうかかってませんでした、いろんなところで。なんか、うん、盛り上がる感じですね。わかります、わかります、ね。はい、ということで、はい、まあ、いつもはですね、レンゲさんにお任せしてるんですけども、うん、今回はスーさんと小倉さんが、はい、メインパーソナリティの代理ということで、どちらかにやっていただきたいんですけども、スーちゃん、スーちゃん、スーちゃん、最初はグー、うん、じゃんけんぽい、はい、しょ、じゃあ小倉さんが勝ったんで、スーちゃん、小倉さんです。いや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 、スーちゃんやろ、じゃあ、じゃあスーさんね、はい、ちなみにどうなんですか、スーさん、こういう前工場というか、ま、曲紹介どうですかね。そんなにやったことはないよね、私でもね、うん、ラジオで、うん、なんかでもしかも結構長いじゃんね、あれね、30秒とかね、これね、18秒だ、うん、前週がさ長かったんだ。そうですね、18秒、なんかディスコみたいになりそう、ね、はい、これだって世代的に。そうですね、新宿の吉尾ちゃんからのリクエスト。あ、いいじゃないですか、そういう感じの。それはそれでいいじゃないですか。アースウィンド&ファイヤーでセプテンバーみたいな。いいじゃないですか。そういう最高ですよ、それ。そういう感じで。うん。じゃあとりあえず、はい、読みますね、はい。ラジオネーム赤猫さん。子供の頃は9月1日は憂鬱な日だった。うん、遊びまくったツケが毎年8月31日に回ってきて、それはもう阿鼻叫喚。しかし大人になった今、もはやそんな杞憂とは無縁になり、秋の訪れを心待ちにしているこの余裕、うん、9月っていいよな。それではお聞きくださいアースウィンド&ファイヤーでセプテンバーですって。あ、なるほど。えか、キーウとアービー教官とかが前工場に入ってる、聞いたことないよアービー教官、確かにね、あんまないよね、その熟語、四字熟語とか。そう、はい、で、うん、続いて、はい、たっちゃんさん。猛暑が続く9月、まだまだ夏は終わっていない。もはや残暑という感覚すらなくなった気がします。残暑が厳しい残暑なんてダジャレももう死後なのかもしれませんね。それでは聞いてください、アースウィンド&ファイヤーでセプテンバー。これすごい、うん、90年代の FM で絶対誰か言ってたと思う。あ、そう、うんうん、残暑が厳しい残暑なんてダジャレももう死後なのかもしれませんね、だって。あ、おー、ありがた、ありそうですね、これも、はい、いいですね。さあ、面白いな。続いてどんぐりねずみさん、はい、最近我が家の長男が英語教室で12ヶ月の呼び方を覚えています。お、一番得意なのは短めのメイ、うん、一番苦手なのは癖が強めのオーガスト、うん、そしてこの月から始まるバーゾーンもテンポが良くてお気に入りのようです。それでは聞いてください、アースウィンド&ファイヤーでセプテンバー、はい、うん、セプテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバーの4ヶ月はこの、うん、バーゾーン、バーゾーンって呼んでるんだなるほど、うん、あ、いい、いいですか、いいね、これいいね、うん、さあということで、はい、この3つの中からスーさんに選んでいただいて、はい、前工場、はい、ちょっとバシッと決めていただきたい。レンゲさんもきっと聞いてると思います。くー、どれにしようかな、うん、やっぱこれですね、これいく、はい、これいきます、バーゾーン、うん、18秒はい、ストップウォッチ使います、大丈夫です、あ、使わずにいく、はい、あら、スーちゃんもうね、体にすり込まれてるから、私がアースウィンド&ファイヤーだはい、アースウィンド&ファイヤー&ゼロさんだから、はい、いやいや、入れてくんなよ、長どこにでも入れてくんなよじゃあ、はい、お願いします、はい、じゃあイントロカモンの掛け声とともにイントロ始まりますからね、はい、じゃあちょっといきますよ、はい、スーさんお願いします、今シミュレーションしてますからね、はい、イントロカモン。
最近我が家の長男が英語教室で12ヶ月の呼び方を覚えています。一番得意なのは短めのメイ、一番苦手なのは癖が強めのオーガスト、そしてこの月から始まるバーゾーンもテンポが良くてお気に入り。それでは聞いてください。アースウィンドファイアで September Do you remember?曲は確か12月の歌なんですよね。そうなの？覚えてるかい、9月のあの日のことをっていう歌なんだ。 Now December があるはずですけど、どこにも今歌詞がない。 December なんだ。 December、 じゃあ本来 December ってこと。そうですよ、っていうのを言うとこまでのセットの September です。あ、そうなんだ。 Asin and Fire は。いやでも完璧でした ね、うん、何かが憑依しました。リンゴ、あの確かにあのこれは DJ ね、そう DJ が何かで、うん、自分の中で入ったらと思う、はい、入ってます、完全に入ってます。知らない人が喋り方変わってるもん今今も知らない人が入ってます。もうちょっと抜けてもらっていいですか、その知らない人。 DJ リンゴが入ってきました。おかしいよ、誰だか分かんないけど。誰だか分かんない人入れないでください。頼むよ。じゃちょっと出します。初めての場所で、うん、出して。おー、いやすごかったな。いやありがとうございました。楽しかったです、やらせてもらえて、ね、いやすごいですね、本当に。だってストップウォッチも見ずに、うん、そうですね、うん、イントロはなんとなく覚えてる曲だったから。そっかそっか、馴染み深い曲だから。そうですそうです、うん、だレンゲさんとか本当にそのちょっと世代じゃない曲だったりとかするから。そうそう、かわいそうだよね。かわいそう。もっと世代の曲でやらせてやれよ。そっか、でもレンゲさんの世代の曲僕全然知らない。わかんないからね。わかんないからね。わからないんですよね、うんうん、はい、というわけで、はい、いや、ありがとうございます。楽しかった、はい。このコーナー、それでは聴いてくださいでは、曲のイントロに乗せる素敵な前工場を募集しております。来週の課題曲はこちらです。うん、あ、はい、井上陽水安全地帯さんの夏の終わりのハーモニーです、うん、はい、
これはどうです、世代的に。世代的にドンピシャじゃないですか。ドンピシャ、ドンピシャ。だからまあまあそうですね。来週はダウ9万のハスミくんっていう26歳ぐらいの子が、はい、親に話聞くしかないじゃんそっから来るんですよね。そうだと思いますね。そうですよね、うん、ピンと来るかな。でも名曲ですもんね。そうですね、はい、歌い継がれてますからね、はい、夏を締めくくる前工場をイントロ30秒でお待ちしております。メールの宛先はconnect@tbs.co.jp 懸命に夏の終わりのハーモニーと書いてください。以上、それでは聞いてくださいのコーナーでした。時刻は2時49分です。ここで TBS ラジオ交通情報、道路交通情報センターから橋山美優さん、お願いします。はい、首都高速道路が事故のため渋滞しています。5号線の上りは志村料金所の先で乗用車2台の事故のため3キロの渋滞です。都心環状線の外回りは汐留トンネルで事故のため江戸橋ジャンクションを過ぎて6号線の上りの箱崎ジャンクションまで渋滞しています。高速道路などの状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう内回りは松戸インター付近に大型トラックが故障して止まっているため5キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは桶川加納インター付近に大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは玉川橋付近で緊急の工事のため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。橋山美優さんでした。ありがとうございました。そしてここで鉄道の情報が入ってきています、はい、JR 埼京線は新宿駅での信号確認のため現在上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。ご利用の方はご注意ください。次の交通情報、荻上チキセッションの中でお伝えします。時刻は2時51分、天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。いや、なんか変な感じねえ、スーさん、小倉さんにはもう11時台でもお天気をお伝えしていて、いえいえいえ、でもこのね、はい、3人の前でお伝えできるととても嬉しいです。あ、そうですか、はい、なんか、はい、東京ゼロさんです。ゼロ3、コン負けしましたついに認めました。石上さん、04になりたい。04になりたいな。スーさんが入れるのおかしくない？せめて僕でしょ。いかがですか、04に入れていただくのは。どうぞ。もう一緒だよ、もうじゃあ認定いただきました、東京04、はい、石上がお伝えいたします。先ほどニュースでもお伝えいただいたんですけれども、茨城県の県北地域、うん、大雨警報が発表されています、はい、常陸太田市、高萩市、北茨城市、土砂災害にこの後も警戒をしてください。はい、でこのような警報級の雨がこの後もあちらこちらで起こる可能性があるんですね。特に関東北部、埼玉県ではすでに激しい雷雨となっているところもあります。さらには伊豆諸島ですね、線状降水帯が発生する可能性があります。線状降水帯が発生すると土砂災害などもう危険な災害が起きやすくなりますので引き続き警戒をお願いします。
でこのようにですね、今日は全国的に不安定な天気となっているんですが、はい、その原因の一つが台風13号からの湿った空気も流れ込んできているということなんですね。台風13号この後あさって金曜日から土曜日にかけて関東地方接近する見込みです。で特に金曜日は1日を通して雨が降りまして強まるところもありそう。さらに沿岸部では風も強く吹きそうですね。沿岸部を中心に交通機関に影響が出るような風が吹く可能性もありますので、金曜日お出かけの方、通勤通学の方、最新の情報を確認するようにしてください。以上、東京04の石上でした。お天気担当ね、はい、ありがとうございます。やった、ありがとうございました。石上沙織さんでした。メッセージテーマはピンポイントで好きなところ教えてでございます。はい、はい、茨城県ピヨッコたまごさん、女性から、うん、私はメンバーの多いアイドルが自分にカメラが来た時逃がさずに決め顔決めポーズをした瞬間を見るのが好きです。あー、パキッてやるやつね。そうそう、みんなその瞬間を逃さずうまいんですよね。私はスーさん小倉さんと同年代です、うん、今の若い子はカメラに映るのうまいと思いませんか、うんうん、子供の頃からスマホがあった世代との違いを感じます。確かに、自分のことを映すっていうことが私たちは、うん、ほぼほぼ大人になるまでやったことなかったですからね、はいはい、だから自分の方にカメラのレンズを向けて、うん、しかもよく映るように工夫するっていうところまでの乗り越えなきゃいけない自意識のハードルが多すぎるんですよね。本当にだって撮って現像するまでだいぶ時間かかったもんね、昔ね。そうですよね、自分の顔なんて証明写真しかなかったもんね。そうそうそう、すぐ見られるのはね、笑顔を見せることすらままならなかったですもんね。そうそう、今みんなだってさ、逆さにしたり50歩にしたり足長くしたりとかさ、そう、そう、なんか目大きくしたりね、自分をよく見せるってことに対してはてらいがないんですよ。そうよ、あれすごいわ。歌うことも、うん、例えば遠足とかでマイク回ってきたりとか、うん、バスの中でするんですけど、うん、やだった、もう本当嫌でしたよね。やだった、今の子抵抗ないでしょうね。でしょうね、歌ったり踊ったりも全然違うと思う。違うね。はい、ですね、ラジオネーム上池さんちのつとむくん、はい、はい、北区54歳の方ですね。私は銭湯でケロリンの風呂桶がタイルに当たってカーンカーンと響き渡る音が好きです。わかる、温泉ではなくて銭湯の方がエコーが効いているような気がして好きです。あ、わかる、天井高いからね、うんうんうん、銭湯って、ね、なるほど、あの黄色い桶、はい、はい、それで響くんだ、天井が高いから。ケロリンって書いてある、うん、ケロリンだよね、ケロヨンじゃないよね。ケロリンです、リンですよね、ケロリンでいいと思う。ケロヨンって何でしたっけ。カエル、カエル、何らかのカエル。何らかの、雑だな。何らかのカエル。そう、はい、札幌市、くだらないジョークは北野香織さん、はい、私は飯塚さんの怖えよというツッコミが好きです。ピンポイントだな、ね。初めてテレビに見たいとき、当時小学生ながらいい顔するなと思って見たの覚えてる。顔怖えじゃなくて、うん、今では社会人となりましたが単独ライブで怖えよを聞くたびテンションが上がります、すごい、小学校の頃からその顔を見て、今では社会人になりましたが単独ライブで怖えを見に行ってるって。いや、ありがたい、怖えよ一本釣りですよ。いや、怖えよのみってことはないでしょうよ。それも怖えよ。いや、そう、確かにね、確かに確かに、一本釣りだ。あ、そう、いや嬉しいけどね。府中市のポン酢侍さん、はい、私はシャケシさんの、うん、と声がひっくり返る時が大好きです。
シャキシさんが振り回されている時にたくさん聞けるんで、今日はずっと私服の時です。今日イエーイ今日やっぱ振り回されてるって聞かれてるんだそういう風に聞こえてるんだ。振り回してないよ、ね、ないリスナーさんがそう言ってんだからそうか、多分そうでしょうよ、まあ、聞き手の自由ってのあるよね、まあ、そうね、うん、いや当事者から言わせてもらうと振り回されてるよ。そうそうでしょうよ。シャキシ楽しそうだよゼロさん、まあ、楽しいは楽しい。よかったあの二人に飽きたら私たちいるから飽きたらとか言うんだ長いでしょ結構長い。もうそろそろ飽きてると思うよもう20年やってます。ほら次の20年私たち行ってみない新鮮すぎるわこの二人セリフ全然覚えないと絶対ダメ八王子市のパピさん20歳、はい、女性の方、うん、私は飯塚さんが言うほいでが好きです。なんで好きなのかと答える聞かれると答えられませんが、飯塚さんがほいでと言うとなんだかルンルンしてしまいます。ほいで、ちなみにほいでは関西や長野の方言らしいですよ。ほいで、うん、ほいでって何そんな言う言ってるんじゃない。ほいで、うん、ほいで、ほいで、うん、ほいで、うん、そうそうそうそれそれそれ高めかも。なりました。 TBS ラジオからお送りしているコネクト、東京03飯塚聡です。そして今日はお休みの石山レンゲさんに代わりこのお二人とお送りしております。ジェンスーです。小倉ひろ子です。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあここからは曜日ごとの特集コーナー、午後3時のビリビリ、パッと目が覚めるような刺激的な出会いをお届けするゲストコーナー、水曜日はこちらです。愛好家同盟。何かの魅力に取りつかれた多種多様な愛好家さんをお迎えしてじっくりお話を聞いていきます。さあ本日の愛好家さんはですね、お松さんです。よろしくお願いします。お松です。よろしくお願いします。お願いします。お松さん、はい、何の愛好家なんですかね。ガチャガチャ愛好家です。そんな怖そうな言い方するホラーっぽく言ってる ね、うん、ガチャガチャ、はい、いや楽しそうですよ。ガチャガチャ、カプセルトイのガチャガチャですか。そうですね、うん、2、300円でガチャガチャってできるんです、ね、そうですね、はい、その通りです。我々が子供の頃は100円で、うん、そうだった、ね、うん、で筋肉マン消しゴムがすごい流行ったんですよ。筋消し、筋消し、はいはい、男子は特に、うん、お二人は筋消しはそんなでしょ。集めてはいないけど、はい、でもなんかしらちっちゃいチャームだったりなんだったりっていうのはガラガラやガチャガチャやると出てくるんで買ってましたけど、お松さんが愛好家になったきっかけは何だったんですか。はい、本当にあのガチャガチャ自体が子供が初めてお小遣いで買えるおもちゃなんですね。最初それで自分のお小遣いで初めて買った時に、はい、回す、うん、感触と音、うん、ガチャンガチャンっていう取り憑かれてしまいやっぱりホラーな確かに取り憑かれてしまい音っていうのもねありますよ ね。ついおいくつぐらいの頃だったんですか。本当ですね、小さい、もう8歳とか小学校ぐらい。あ、おまさん失礼ですけどおいくつですか。47です。47、もう同世代ですね。はい、おじゃあやっぱり金消しですか。そうですね、ですよね。ちなみに金消しって1億8000万個出てるんですよ。そんなに1億8000万も。いやでも持ってたもん全員いろいろ本当になんか大きい紙袋にいっぱい入ってましたよ。そうそう、はい、みんなね男の子たちね持ってた、うん、おじゃあその筋肉マン消しゴムが最初ですか。はい、そうですね、その前に
ちょうど私にギリ50円とかまだあった世代の、50円あったっけ、あったんですよ。20円とかありましたね、10円玉2枚入れるとか、はいはい、ありますあります、ね、ちょうどギリギリその世代だったので、うん、本当にお小遣いもらって回してましたね。さあ、そんなお松さんですけれども、はい、ガチャガチャの愛好家、はい、どんな風にこのガチャガチャをめでるんですか。はい、うん、あれですね、ガチャガチャの楽しみ方って3つの輪郭があるんですね、うん、3つ、あのまず売り場行って、はい、ポップがありますよね、はい、ポップで何を選ぶかという楽しみが一つ で、うんうんうん、でまずあとはそのコインを入れて、うん、回すワクワク、うんうん、でガチャガチャの特徴として何が出るか分からないワクワク、はい、この3つが最高で、はい、うんうん、かつその持って帰ったものを私は家にガチャガチャの機械あるんですね、でもう一回入れて楽しむと、てか本当中のものが欲しいっていうよりもガチャガチャする行為が好きなんです ね、商品大好きですよ。あ、はい、家に置いてあるんですか。あれって買えるんですか。買えるんだ。買える時もあったんですね。時もあった、はい、すごい、あのマシン持ってるんだ、はい、ね、確かにガチャガチャって、はい、私たちが子どもの頃は本当に店先に、まあ、多くて 4,5 台とかだったのが、うん、今もう壁面全部そう、ね、ショッピングセンターにっていうぐらい、はい、どんどん人気になってきてますね。そうですね、本当にコロナ禍で3年半ぐらいで全国で200店舗以上のガチャガチャの専門店が、専門店で、そうですね、あとはもう JR の駅にも、そう、新橋とかすごいですよね、あるんで、そうなんだ、お店が多分コロナ禍で潰れちゃった後に、うん、まず初期投資が少なくできるっていうところだったんだと思うんですけど、うん、それにしても行ってる人が多いし集めてる人もすごい増えた、うんうん、昔ガチャガチャ集めてる人なんて友達でもいなかったじゃん。いや、まあ本当さっきもねおっしゃってた小さいお子さんが時々回してるぐらいだったけど、今大人で集めてる人めちゃくちゃ多くないですか、うん、客層変わりました。そうですね、本当にあのまあ、2000年代入ってから大人向けのガチャガチャも増え始めて、はいはい、プラスあのサブカルチャー的要素も増えたので、うん、あのアニメやキャラクター以外のものでも食いつくように、うんうん、サラリーマンでもオイルさんでもすごい回してますよね。例えば何ですか、そのサブカルチャー的なって。これから出てくるのでちょっとお楽しみ。ああ、なるほど。常に怖い。ちょっと怖いんだよな。なんかちょっと驚々しいんだよな。なんかうっすらホラーがかってるんですね。いらなくないですか、ホラー要素。ガチャガチャで。いや、特別な情報だからね。そうなの？じゃあそれはちょっと楽しみに。はい。リスナーからのメッセージっていうのも届いてるんですか。ね、お、ガチャガチャ、はい、読みますね。はい、ですね、ラジオバーガーさん、大田区の方、はい、飯塚さん、スーさん、小倉さん、お松さん、こんにちは。こんにちは。子供の頃は10円20円のガチャガチャを回して興奮していましたが、うん、今では1000円を超えるガチャガチャも増えてきましたね。金額に伴ってカプセルトイの精度もかなり高くなってきましたが、実は20円時代のウルトラ怪獣やポピーの筋肉マンの精度も高く、今見ても美しさに惚れ惚れしてコレクションしています。ただ、無版権の雑な消しゴムも今見ると愛おしさがあったりと、うん、ガチャガチャの温故知新は本当に楽しいです、はい、無版権の金消しあったな。ありましたね。こんな超人いねえよ、ね、そうですね、本当に1960年頃は無版権で、うん、もう本当に芸能人の方とかプロレスラーとか、うん、ああ勝手に作っちゃってたんですね。そうです、お相撲さんとか、うん、あ、お相撲さん もう自由だったんです。はいはいはい、はい、60年代もガチャガチャってあったんですね。そうですね、あのガチャガチャがあの1965年に始まったガチャガチャなので、あ、アメリカ の, そのガムが入っている機械とかありますか、はいはい、ね、はい、あれをそのままあの持ってきて、ね、うんうん、日本の商品を入れたのが始まりです。浅草です。浅草、そうです。そうなんだ、はい、最初の商品って何だったんですかね。本当にあのチープ玩具とか、うん、あのチャームとか、うん、そういうもの本当ですね。でここまで広がったんですね。そうなんです。すごいよね。すごいすごい。今だってほらなんとかシリーズっていうのが新しくどこにもないものがか、うん、ちあのそのガチャガチャの玩具だけであるじゃないですか。こう昭和のレトロ、うん、であのか家電シリーズみたいなちっちゃいの、はいはい、とにかく集めたくなるやつ、はい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 、見るとすごい作りもいいからね。そうなんですよ、作りがとにかくいいですよね最近。なんかシルバニアファミリーの中に入ってそうな、はあはあ、なんかこう、はいはい、
家具みたいなものとか、うん、家電みたいなものとかね、そうそう、はい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 、ああいうのすごい。だからまあ大人がやるんでしょうね。そうね、精度が高いから。そうですね。でもその1000円ってどういうことですか。うん、あのあれですね、売り場では、まあ、1000円というガチャガチャってバンダイさんしかないんですね。で最高では私としては2000円のがあるんですよ。それってどうやって、500円のも入れるんですか。500円玉4枚いるんです。その機械があるんですね、1000円ガチャができる機械と。そう、何が入ってるんですか。そうそう、あのもちろんアニメとか、うん、あとはですね、あのトカゲとか、トカゲ、カブトムシとか、生きてるもの、生き物、そう、生き物シリーズ、生き物シリーズがあるんですよ。ダメなんじゃないの。ガチャガチャが入ってる。いや、本物じゃないですよ。カプセルに、あ、偽物か。おお、そのフィギュア。そうです、フィギュア。あ、びっくりした。ねえ、ねえ、本物、完全に生きてるものだと思ってた。そうよ、うん、あら、そういうのがあるんですね。それはその、はい、すごくよくできてるカブトムシとか、そうですね、トカゲとか。そうですね、かなり忠実に精巧にもう満足できるバンダイさんのガシャポンですね。2000円、2000円ですね。はあ、すごいな。2000円払って目的のものが手に入らないかもしれないっていうのがちょっとすごい。確かに、そうね、確かに。そうよね、2000円払ったら絶対欲しいもの出てきてほしい。そう、本当に、うん、ご飯だったら許せない。2000円のご飯でも相当ですもんね。2000円のご飯で、うん、違うよ、カルボナーラじゃないみたいな感じになったらすっごい嫌じゃん。だって、はい、ペペロンチーノです。そうそう、違うって。でもそういうことですよね。 それぐらいのみんなワクワクが、はい、何が出るかわからない、そこなんだ、はい、50年以上経ってもこの携帯変わりませんよね。そうですよね、100円玉わざわざ入れるんですよ。キャッシュレスが流行ってるんですよ、キャッシュレスが。そうかそうか、そうで、わざわざ100円玉2枚3枚入れて、うん、あの動きが好きなんだね、ガチャガチャ。そうですね、あと企画会議出たいな、何がどういう根拠で通ってんのか。あ、はい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 、チャブ台の猫行きましょうとか。え、どうしてって。いや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 、誰かが考えてるってことですよね。そうですね、結構半年前ぐらいに企画会議やって。企画会議の話なんで知ってるんですか。いろいろあの評論家としても活動してるので、各メーカーさんの商品の開発費用とか全部回ってる形で。え、いろんな会社があって、はい、そこでいろいろ出してる。そうですね、うん、メーカーさんで今40社以上ある。そんなにあるんですね。市場規模的にはどれぐらいあるんですか。ガチャガチャの市場で今年600億円。すごい。やっぱり出そうよ、生活は踊るグッズ。なんかさ、それがめついな。なんか箸置きとかマグネットとかなんかいけそうじゃないですか。全然いけますね。ほら来た、うん、缶バッジとかね。缶バッジとか、これ生活踊るの。そう、コネクトも。コネクトは合同でやりますよ、ね、ガチャガチャ。コネクト出てきたって、生活じゃないんだよって言われたらすごいショックだね。じゃあ、両方持ってて。それショックですよね、外れって言われるの。ちょっともうそろそろガチャガチャトレンドいきましょうか、ね、はい、ここまで来ると今何が流行っているのか知りたくなります、はいはい、お松さんお願いします。はい、じゃあ今からですね、うん、あ、なんか商品、商品何、ガチャガチャの商品って大体どういうものが今多いんですか。でも基本的にガチャガチャの分類ってやっぱり6割7割がそのアンパンマンとかダンダンウルトラマンみたいなものを、そうか、それやっぱアニメ系とか漫画系だ。残りの 2割3割がそのオリジナルと言われてサブカルチャー的なもの、はい、いろいろなものが流行っていまして、はいはい、今日はその中のオリジナルっていうもので最近、はい、おあの猫好き持ってきました。初めて見た。うーん、じゃあちょっと紹介お願いします。そうですね、お願いします。はい、待ってくださいね、うん、まだ出てきた。まだあるの。そうなんですよ。え、わ、いっぱいあるな。大きなトレイが3つ出てきました、ね、すごい。松さん、2023年の景気、はいはいはい、トレンドみたいなのあるんですか。あるんですね。ガチャガチャと毎日トレンドありまして、うん、なぜかというとまずガチャガチャの商品って毎月400アイテム新商品でですね、すごい、めちゃくちゃ回転数早いです。ほう、で23年のトレンドはあの企業商品のもの、あとはですねぬいぐるみ、うん、であとはリアルミニチュアですね。ミニチュアね、ミニチュアね、うん、じゃあまず一つずつ、はい、お願いします、はい、まずは、まずはまず皆さんが楽屋弁当です、ね、楽屋弁当、弁当入ってんの。めちゃめちゃ、ちょっと見てくださいよこれ。楽屋弁当、どこの弁当。ツタヤだ、ツタヤ、知ってます。のり弁、のり弁、のり弁、金兵衛だ。うわ、本物じゃん、これ。すげえ、開けてください。はい、開ける。金兵衛だ、本物。金兵衛だ、ミラーになってる。これはいや超いいじゃないですかこれ。うわ、これケンエレファンさんがめちゃめちゃリアルに作って再現した。すごい、うわ
金目こうだ、こうだ、金目こうだ。そう、私このねマカロニのサラダ大好きなの、ね。あ、わかるわかる。わかる。金目のね。そうそう、端っこ、ね。あのツナ入ってるやつでしょ。美味しいですよね。ちょっとペッパー効いてて大好き。あ、割り箸もついてる。おっぱい。すげえ。ツタヤのり弁だ。ね、本当だ。わ、これあ、ポテトサラダうまいんですよね、ツタヤのね。そう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 。クリーミーで美味しいの。これ醤油も動くんですよ。うん？醤油入れる醤油を。醤油。あ、醤油取れる。うわ、細かい。いやー、ちょっとこれあの見える？うん、もうちょっと若いうちに出会いたい。そうそうそう。もうね、目が細まっちゃってるから。そうそうなんだよ。細まっちゃってるから。うん。すごい。シャケちゃん見えてないよ。ちょっと半分見えてないんだよな。でもすごいね、こんなのあるんだ。うわー。テレビ局とかラジオの現場で人気の弁当フィギュア化、うん、はい、食べられないもんね。それそうだよ、みんなね、うん、よく作ってるわ。すごいね。あと先ほどおっしゃってたその、まあ、昭和レトロとかすごい入ってて、はい、その一つが、まあ、これもケン・エリファンスのお母さんの思い出。お母さんの思い 出, 思い出ジャノメミシンとか。あ、ジャノメミシン、はい、お母さんの思い出ね。確かにあった、はい、ジャノメミシン。このカゴ、ガマ口見てください、これですよ。ガマ口どれ。ああ、ガマ口使ってたかも、ね、すごい。あ、やっぱ遊びたくなってくる、ね、これ。そうだね、ちま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 やりたくなってくるね、これね、うんうん、やっぱさ、なんかちっちゃいもの好きなんだよね、すーちゃん、私たち、はい、そうね、でももう見えないからさ。そうなんですよね。もうちょっと大きくしてほしいけど、うん、でもそうすると可愛くなくなっちゃうんだろうね、多分ね。ちっちゃいのがいいんだ、うん、あ、でもこれが出てきたら嬉しいな、うん、確かに、ね、お母さんの思い出。ペットボトルのお茶がある、うん、ノスタルジーあふれる感じ、ね、そうなんですよ。はあ、おんこ自身を学べるのもガチャガチャの魅力です。なるほどね、そっかそっか。子供さんがお母さんの思い出やるね。そうです、うん、これ何つってね。そうです。でも物を大切にするじゃないですか。ああ次がこの次が猫のペン置きですね。そう、これからこれペン置きなんですか。そうです、本当にペンを置けるんですけど、バンザーって腰をくねらせながら。そうやって置くの。そうそうそう、いや、おって置いてんの。へえ。サザエさんの持ってくれんの。あ、サザエさんの束がちょっとモチーフです、はい、確かに果物の中から出てきて、はい、こう腰を振るやつ、はい、でげでげで、あれそのバ、はい、バンザイの格好、そのえ、これ止まんない。2匹でやっと1本で、あのボールペンで立つんですよ。ちょうど今持ちましたね。でこれ買った人もあのイヤリング置いたりとかできるんですね、はい、イヤホン、いろんな楽しみ方ができるって形で、かわいい。そこ、うち、かつこれ200万個入れたんですよ、ね、え、そんなに、うん、ガチャガチャって5万個から、まあ、6万個がヒットなんですけど、うん、200万個ってすごくありません、うん、そんなヒット商品なんだ。連れて帰りたい。あ、ごめんなさい、そっか、ここに。あ、スーさんが今 YouTube のカメラに向かってやっほ ー, あーペン置きを、うん、猫のペン置きを、うん、これはすごい流行った記憶がある。そうなんですよ、すごいですよね。かわいいから。でその、はい、生活を踊るでガチャガチャ出すとしたら、これスーさんの形のペン置きとか。絶対見慣れない。ねえ、いいじゃないですか。いいいい、スーさんのペン置き。いやいやいや、スーさんが万歳してる、ヤッホーみたいな。うん、いいじゃないですか。嫌だなそっか、嫌なの。嫌だなあとな、あとどんなのがあるんですか。あとですね、まあ、先に、はい、まあ、さっき言ったトレンドの一つとして、ぬいぐるみっていうのがガチャガチャ今までなかったんですね。ぬいぐるみが、そうですね、確かにカプセルの中にぬいぐるみ入ってるってイメージない、ね、おもちゃ屋さんとか量販さんで買うものが主流だったんですけど、はいはい、うん、ぬいぐるみが本当にもういろんな形の、はい、まあ、体のこれクオリティのニッコリのシリーズで、はい、結構大きいよ。胃袋、そうそう、体大事にするじゃないですか、こうつけてくれガチャガチャのこの胃袋のぬいぐるみ見て体大事にするの。そうですそうです。大切にしなきゃなって自分の胃を。お父さんみたいな。ブロッコリーとか、ブロッコリー、お寿司とか。あ、これどういうあのあれに入ってるんですか、カプセルに。普通にカプセルにパンパンに入ってて、パンパンに入ってるんだ。でこれ20代30代の女性すごい回すんですよ。あ、そうなんですか。カバンにつけるんですか。そうなんですか。あります、好きなの。へえ、私は脳かな。脳、脳ね、脳、うん、のぬいぐみ。これは何なの。肝臓かな。肝臓、あ、肝臓がいいわ、うん、え、結構人気なんですよ、その内臓系。
いや、もういろんな種類がもうできるっていうぬいぐるみとか何でもありますね。あ、そっか。最近出たもその体のぬいぐるみって感じで、ちょっとした原骨サイズなんでね、ボリュームありますね。あとは、まだある、めちゃくちゃシュールなんですけど、何ですか、この本当に流せるスーパーギミックトイレマスコットって、トイレスプリッツさんの流せるの、何トイレのフィギュアです。え、流せるって意味が分かんない。飯塚さんちょっとこれ開けてもらって、どうめちゃめちゃすごいんですよ。今ペットボトルの水を蓋開けました、はい、え、タンク開いた、タンクの蓋開いて、これこぼさないでくださいよ。うん、ちょっと待って、ちょプレッシャーすごいな。待ってね、入れて頑張って、はいはい、蓋閉めます。蓋閉める、フィギュアのトイレのタンクに中見てください、なんか、うん、水溜めてきた。いや待って、え、うんち？あ、そんな小声で。便器にうんちある。うんちがある。ちっちゃいうんちあるよ。ここ、待って、押してください。押すの？押してください。行くよ。いや、水溜まりますよね。はい。溜まりました？溜まりました。じゃあ、便座上げてください。便、え？便座上げてください。便座上げる、はい、工程が多いな。行くよ。はい。え、これ開かない？あ、開きます。じゃあ開かないって。頑張って。頑張って。頑張って。開かないですよ、本当に。あ、開いた。いい？流れました。え、あ、流れた瞬間見えなかった。自分の手でね。見えた？見えてない。え、もう一回お願いします。ちょっと新しい便座でかい。これさ大丈夫？面白い。これさすごいです。あ、どこに流れちゃったの？確かにどこに流れちゃったの？うん、そうだよ。これすごくて、そのうんち、ちっちゃいうんち。ここに溜まるんですよ。本当だ。このギミックがすごいんですよ。すごい。特許取ってますよ。特許？ガチャガチャ。すごくあります。すごいけど、そのどこかの企業がこのアイデアを奪うかもしれない。奪わないでしょ。うんちを流す。本当？はい、え、これいくらですか？これ500円です。500円。いや確かに、まあ、細かいしよくできてるもんな。うん、そうですね。うわ怖いね、硬いこれ。なんかパキってなりそうだ。怖いね。本当、はい、現代アートですよ。現代アートです。お面白いね。マルセル・デュシャンですよ。もう一回やってみたい。またやるんかい。流すの、うん、流してちょっと瞬間見えなかったんですよ。うんち入ってでもうんち入ってない。うんち下に流れちゃったんで、下に流れちゃったの。そっか、ちょっと手動で工程が多いんだよな。で水溜まります。で水溜まりました。水溜まった。あ、まだ水溜まった。溜めて溜まりました。で便座をここが硬いのよ。ここがはい、あー水流れた。水流れた。へー、すごいですね。面白い。でもうあれですよね、あの夏も終わって、うん、セミの声も聞こえなくなりましたよね、うん、で、あれですよ、あのセミの声聞きたいと思いません？セミの声もう終わったのに、はい、でも、まあ、ノスタジックどうぞ聞きたい。終わったばっかりで、え？ああ、セミだ、セミの声だ。あ、これだよ、生活は踊るがやるなら。おはようとかさ。みんな違う。すごい。セミの全然声違うので。違う種類の。あ、これつくつく帽子だ。そうです。いいじゃない。結構リアルですね。そうです。すいません、20秒長い。これはいいよ。うん。うん。これいいよ。これいい。ちょっとキモいけど、セミの、うん、あの立体感が。虫ダメですか？いや、そんなことないけど、これはなんか、うん、いや、ちょっといろいろ見させていただきましたけど、まだまだ、まだないけど、ガチャガチャのさ、その機械のガチャガチャのおもちゃがあるよ。ガチャガチャの機械、このカプセルの中にガチャガチャの機械が入ってるミニチュアの。本当だ、すごいですね。ちょっともうそろそろ。いや、そう、セミがうるさいな。スーちゃんまた鳴らしたの？はい。スーちゃん。さあ、そろそろお時間ということで、はい、おまさんお知らせが。はい。はい。まあ、朝日新聞社が運営しているウェブサイト、ウィズニュースというサイトで、はい、あの、うん、私がそのガチャガチャの市場の特徴や歴史、商品開発秘話をもう4年以上コラムで書いてますので、うん、ぜひぜひ読んでいただければ。ガチャガチャが楽しいなって、それで売り場で回していただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。というわけで本日の愛好家、ガチャガチャ愛好家のお松さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
愛好家同盟はポッドキャストでもお聞きいただけます。アップルポッドキャストやスポティファイなど各種サービスで愛好家同盟と検索してね。ね。と。はい、TBS ラジオからお送りしてきましたコネクトエンディングでございます。あっという間に着いた。本当に2時間半、まあお二人4時間半、うん、はい、長丁場ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。コネクトの、ねね、リスナーの皆さんにはうるさいなと思われたかもしれませんけど、こういう時がある方がレンゲさんが帰ってきてるのはありがたみが増すということよね。レンゲさんが恋しくなりました。ですよね。効果絶大。いやそういうわけではない。楽しかったですよ本当に。ありがとうございます。東京ゼロさんとしてやっていきましょう。そうですよ、やっていきましょう。あの石上沙織さんも入れて東京ゼロ四ですよ。そうポンポン入れるのやめてもらっていいですか。なんでカジュアルに行こうよ。まあ、でおにゃんこみたいに3人ぐらい結論が出るんだ途中で。え、何番にする？何番にするじゃないのよ。そんなのないの。喫煙で不祥事とかでやめるんだよ。やめんの？そうそう、まあ、この年で喫煙で不祥事もないから。ないだろう。大丈夫、クリア。さあ、明日木曜日のパートナーは土屋レオさんです。はい、代打パーソナリティは落語家の林家つる子さん。うん、こちらね、土曜日の TBS ラジオの番組東京ゼロ四に多摩盛り上げ宣言のコンビとなっております。はい、だからいつものコンビなんですよね。そうだ、なるほど。確かに。うん、で、2時からはもしもしパイセン、3時からはコネクトゼミナール、うん、ゲストはレ・ロマネスクトビーさん、不幸学の授業です。ぜひお楽しみ、はい、でそして大事なお知らせ、 TBS ラジオのお聞きの皆様、この後荻上チキセッション、今日の特集は、うん、処理水放出への中国の反発、その背景にあるものとはと、ガラッと変わります。なるほど、ね、これでも知っときたい話だよ ね本当にね。そう、これは大事、はいはい、大事ですね、はいはい、うん、さあそしてですね、来週水曜日もレンゲさんお休みということで、はい、うん、代打パーソナリティを務めていただけるのはダウ9万の蓮見翔くんでございます。お二人は何かこう、まあ仕事で結構一緒にコントやったりとか、そうそう、ラジオ喋ったりとか、はい、っていうのはあるんですけど、はい、プライベートで飲み行ったりとかそういうのはないので、だから個人的なことはあまり知らないので、ここでいろいろお話伺って、2時間半で親睦を深めていく、まあ2人ともそのコントが大好きという、あ、その共通点もあるので、しかもその世代が若いっていう。そっか、だってまだ20代20代20代26歳、そう、半分ぐらいだよ。めちゃめちゃ才能あるんですよ、そのハスミ君。ダウ9万ちょっとあの YouTube とかで見てください。わかりました。面白いです、ネタ要チェック、はい、よく考えられるよね、コント考える人、見てていつも感心しちゃう。よく考えられる、うん、よく覚えられる、うん、よく声が出る、本当だ。なんだろう、その小さい子を褒めてるみたいな感じなんですよね。そんなことないよ、そんなことない、卑屈だよ。ごめんなさい、なんか最後の最後に僕は本当卑屈。そんな気はしてたけど、はい、僕ら世代って卑屈多くないですか。多い。まっすぐに受け止められない。そうなんですよ、うん、褒められたら絶対裏がある、そうそうって思っちゃうタイプなんで、ね、あなたも本当そうよね。そう、もうただより怖いものはない。卑屈トリオだったんだ。そうだ、東京卑屈ゼロさんですよ。また入れちゃった。まあまあまあいいですけど、そうそう、東京卑屈ゼロさんでまたあのいろんな活動していきたいですね。やりましょうよ、本当に。またラジオとか呼んでください、そちらも。やりましょう、やりましょう、ぜひぜひ。ずっと昭和48年話してよね、そう、もうその時間いただこう、そう、そう、親子でブーツって、それが何かも説明しない、うん、トップ10の話だってもしない。トップ10懐かしい。そう、ベスト10、トップ10の話。ああ、な、町明しかいない。町明しかいない。おい、あれね、堀ちえみの靴飛んだよねとか、ずっとしてんの。そこまで覚えてないですよ、俺。誰が好きだったって、アイドル誰が好きだったですか。あ、え、浅香唯さん。ああ、しー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 、噂のしーしーが。こういうことだよ。同世代ってこういうことだよ。しょうがない。そうですね、またじゃあ機会があったら、一緒にお話しさせてください。ありがとうございます。はい、というわけで、TBS ラジオコネクト、お相手は飯塚聡と、ジェンスーでした。そして、
小倉弘子でした。え、まだ時間あるの、うん、そんなあんの。だってほら時計見てよ、今27分半だよ。全然時間見たことないんですよ。マジックいつもレンゲさんがほんとに言われたからそのまま乗っかっちゃって、なんかそろそろ終わりかなって。セシルまで行けばいいの、うん、セシル懐かしい。セシル好きでした。でね、え、誰が好きでした。誰が好きですか。私はね、もうアキナちゃんとセイコちゃん行ったり来たりだね。私アキナ、うん、あ、僕もアキナ派でした、うん、本当に。なんかその影のある感じ。そうそうそう、うん、やっぱりそうよね。え、じゃあみーちゃんとけいちゃんどっちが好き。あー、みーちゃんそう、みーちゃんなんだよね、二人はね。私けいちゃんなんだよ。けい、すずめ。スズメだよね、ソロはね。スズメって、あ、ソロ、ケイちゃんのソロ。そうそうそう、懐かしい。すごい記憶の扉がパカパカ開いてきました。気持ちいいでしょ。気持ちいいでしょ。これが同世代だ。いいですね、飲み行きたい。行く。マジで鳥貴族とか。鳥貴族行きたいです、本当に。一気の香るとかが古いよ。いいですね、古い一気の香る。いいじゃないですか。一気なんてダメだから、もう絶対に。よくやった。そっかそっか、もうダメです今時代が。いろいろね、ダメなことが増えてきましたもんね。そうなんだ。私たちの世代で OK だったこと今全部ダメだから。そう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 、全部ダメですよ。割り食ってる世代ですよね。なんか割り食ってます。寄り添って割り食って、うまい。そろそろじゃない。あ、うまい。じゃあ締めますね、はい、TBS ラジオコネクト。お相手は飯塚聡とジェンスと小倉弘子でした。それではまた明日にコネクトです。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。